はい、全員座ってますね。それでは行きましょう。サードマニアックス 2023-24 シーズン、ボリューム16、AB ブロック、初戦先方対決始めます。盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、開幕、2番筐体 B ブロック移していきます。富永駿ジュリアンチーム先方ジュリアン、ビクター黒アーブーチーム先方アーブーのネクロですね。さあジュリアン、水曜日優勝だね。だいたい大山の水曜のフリップにはいます。もう日本来て1年、日本に戻ってきて1年結構ぐらいかな。このまま伸びたら正直なんだろう、誠一軍とかあるんじゃねって勝手に思っちゃうぐらい今強いんだよな。っていうのもありながらぜひ頑張っていってほしいところの、あ、ちょっとこれ回収して。はい、それでさあワンブロからとっとちょっとキャンセルがおぼつかなずだな。さあネクロが2マックスあるので怖そう。おろし、なるほど。あはは、壊しチェスト、体力有利を生かして打ち切っていきますね。ジュリアン笑顔です。いや正直ね、なんだろう、今関東で一番やってる誠だと思うから、あ、ちょっと俺が見える範囲だけどね。正直ね、そういう機会があればっていうか、プレクーペがの話をするとちょっとあれなんですけど、ぜひね、そういう機会には活躍してほしいです、ね、投げて、でこれ、ユンか、これ、ビクターか、さあビクター、ネクロとユン使うんですか、ここはユンですね、剣、ああ、ここは、行くぜをキャンセルしたんですが、そこを割ってきた、いい前方、チャンウンジャパン2勝。危ない。さあこれもリーサルみたいなもんだよ。出したブロ入れてる。しかもちょっと待ったね、4側が壊しチェストケアしてた可能性が高い。非常にいいジャッジです。バックス、あのジャッジしといて2ラウンド目開幕バックスで大事でしょうかよ、ほんまか。いいですねこれは、なんか理性と狂気って感じですね。さあこれはさあだけで高さキープして、もうジュリアン終わってる今の。負けた瞬間後ろのゾシマ指さして、俺はこいつとやりすぎたっつってやがる。こいつもうダメよあいつ。こいつとやりすぎたよって言いながら席立ちましたわあいつ、ほんまか。あれちょっとダメだわ、さすがに、はい、それでジュリアンさん切れますよそりゃ。俺はゾウ島としかやってねえんだよ。このままだと国産っていうジャッジをしたけど、うん、それが俺らのリスクになる可能性が出てきましたけど大丈夫ですか。俺らのリスクもあるけど、はいはい、メッセージ性ありましたよね今。俺はゾウ島としか最近やってねえから他のユーマン知らんと、知らんと、ええ加減にせよと、ね、大会に負けた瞬間めちゃめちゃ切れてましたよ。切れてた、ね、ジュリアンさん激横でしたよ今。ちょっと辺りが笑いに包まれておりました。ダメだこいつ。一番かわいそうなのゾシマが流れ玉くらってるから。関係ねえゾシマが。ゾシマ横で見てただけなんだけど、そうそう、勝手にいきなり指さされてお前のせいだって言われてんだからな。そうそう、ひでえ話だなほんまに。さあじゃあそんなジュリアンの怒りを早押しがフォローできるのかと。中継対決です。さあ、おっとチョッケ、先日 e スポーツアワードでしたっけ、あれにもノミネートされた、まあ今年サード界を飛び越えて、なんでしょうね、いろんな界隈にまでプレイが伝わったという男の一人ではないでしょうか。まあ世界ですね確実に。さあ緊張系打開は入らず、やっぱまあてか、ビクターの4が、これビクターだよね、多分ビクターの4がうめえな、これ。
はい、これで全員来ましたね。 OK です。さあ、チュアイスでしょ。幻影が出なかったかな、今多分。ああ、手前落ち、いいつなぎから浮かせ、ちょっと裏手になっちゃった。いや、怖い怖い怖い。でもこれギガスが、怖い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 、高い裏手はいい判断。中井のモーション自体がね、すごく前に出るんで、ああいう感じの裏手になるんですよね。あ、これはちょっと拾いにくいか、ヒューゴ。チューパン行って、そう、ユンのしゃがみチューパンね、ゲージに対してはヒューゴのタッチチューパンが有効です。これがしゃがみくらいで、ベラボーにヘルシー空中ヒットしっかり確認して、ったこれは回ってなかった。こういうこともある。このゲームの1回転ね、仕様的に出ないシチュエーションもあったりするんで、しかしこれはあったったー、かくらない。まあ、嘘でしょマジ。いやー、カラジャン電報、なるほど。っていうか、ビクターのようか、あ、これは投げて、おわしパーム、シュートで拾って、あ、打ってくる。あー、パームで削りか、これは C かな、 C ですね。さあ、かなり追い込まれましたが、アヤオヒューゴ踏ん張りました。そうなんです、1回転タイマーというですね、このゲーム独特な仕様がありまして、出なくてもそれが仕様の可能性があるってね、自分が綺麗に回せたのかレバーのせいなのか仕様のせいなのかもよく分かんなくなるんですよ。さあ、そしてチェンリー、さあ黒さんですね。さあ、中堅大将ですね。パームパームパーム、いいえ、だここは掴んでいった。ムーンでも足りそうだったけど、2回転回しておりました。埋めない小足からの2回転ですね、はい、ミートで掴んで画面端。パーム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 、 YSB みたい、やりすぎてさすがに止まれた。あはまだ掴むやりたい放題です。さあ、早起き9号見立てということで3対1ですね。はい、2番終わり。はい、3対1で、富永駿ジュリアンチーム勝利。じゃあ切り替えちゃってください。で、B ブロックは勝ち残り、勝ち残り、あ、ごめん、これね、タルさん、ごめん、タルさん、タルさん、ごめん、戻す、戻す、2番でいいや、ごめん。ね、ちょっとこれ、これ、このまま見させてください、申し訳ない。富永駿ジュリアン VS、YSBTM 杉山、これはちょっと見たい。これは見たい。はい、BM 集まってください、BM。BM 集まって。はい、じゃんけんしに誰か来てください。じゃあ、トミニーじゃんけん。さあ、怪獣大戦争の始まり。タルさん、ちょっと画面が切れちゃってんな。ちょっとごめんなさいね、画面が切れちゃった。はい、画面戻りましたね。ちょっと B ブロック連発で恐縮ですが、これを見ていきましょう。さあ、誰が先鋒かな、これ。まこまこヒューゴにネクロ級ヒューゴ、なんだこれなんだこれってまことはいいけど、両チームにヒューゴがいて、なるほど
よくわかんないことになってんな。さあ先方はもう決まったら始めちゃっていいので、タルさんに申告してよろしくお願いします。トミニー側がちょっと時間かかってるかな。うん、巨体2つ、怪人2つ、空手家2つ、うん、大体合ってる。そうね怪人が、ネクロとキューか。そうか、合ってんな。さあ見ていきましょう。開幕ジュリアンだね、これは。さあ TM キューバー殺すジュリアン誠、こっちは、はい、A ブロック。じゃあ翔直哉タマコンバーサス三村山田モデル、集まってください。これも見てえけど、ちょっと今日今映すのは2番筐体にします。うわー、掴んで突進。さあピエ、これニャズル突進が出てないのを、出なかったのを見て即ピエにしました。ディープの上から EX トゥルギーダッシュ投げー、球の前して遅いんだけどな。いいとこで打ちますね、本当に。ジャンプだけ当たんねえで今の。はい、ミモヨモモデル、はい、試合です。いってらっしゃい。プロリ返して画面端緊張系突進、これはサフクム決めて、てか前歩き緊張系突進分割してんのか今の。あー、ここでガラクタダイバッチェスト、いやー、円柱系キャラさをものともしません、この人。さあフランス正体も近づいてきて、仕上がりは万全でしょうか。これどっち出すの、トミニー早尾、先にトミニーがいった。さあ TM バーサス富永モデル、試合だよモデル、どこ行った、モデル、ちょっと周りも探してあげてください。モデルどこ行った、いた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 、はい、じゃあモデル試合です。さあ先方 TM キューバーサス中堅富永誠、お互い SA は2番目、福部と土佐奈美。さあ序盤はお互い探り合いですか。お互い画面端端にいてもこの2人だと一瞬で近距離殴れになりますからね。ああ辛草ダイバージェストジェスト、ガラクサ、これはピオりますね。ダイバージェストと。さあこのゲーム屈指のキャラさと言われるカードではあるんですが、トミニーが勝ったら早尾とジュリアから拍手が起こるあたり、あの TM さんのおっかなさをなんか表してますね。さあダッシュ投げ、マクセ、うわー、前をしっかり見ていく、惜しい。なんだ今の、前してボッタッチ怖えな。突進、おバックステイ、エクシェストが刺さる、リブ捕獲、これは突進。さあどうする、投げは当たんない、気づいたら体力逆転していて、意味が分かんねえよもう全然。赤取って、これはお見事、ワンブローガード、その後赤はすげえいい判断ですね。まあ取れちゃったか、仕込んでたっけの前ブローでガードしました。でその後に今ビンタなんでね、赤ブロー行ってもそこまでリスクはないので、しっかりチャレンジして成功からのリーサルト。
常にいい判断でございます。さあそして 2P 側が中堅おじきです。 ISB さあ9が敗れたら今度は9号が出てきます。中堅対決どうなるか。 YSB vs 富永すげえ大系だな。なんだ今上り中段みたいになったぞ。あパームパームパーム。さあ富にも徹底しますね。これは中足なるほど。パームパーム引っ掛けてミートで掴んでガラジャンシュート。これがおじきの世界。あこれはバームバームーハウス。これが YSB ハウス。出られないまままずは YSB が先制。裏落ちの剣に対しての剣着地に対しての選択肢が豊富やな。あこれはさあ大パンからノーマル。なるほど。リアクチェストからチェスト。これどうすんの。パームパーム届くか。ここは走ってくしっかり7ヒットハンマー読みや。パームパームパームうーん中圧届く中断。うわ差し返しやばすぎる今の。あ惜しい。ここは打ってきた。まあ今ラウンド取ってたからね。ドミニーも行かなきゃって感じだったんですがシンプルにパナしてきました。そしてまあ怪獣大決戦の極みみたいな形になってしまいました。ヒューゴ堂から YSB バーサス早尾。会話くらいやっとだ。もうこの二人だとよく分かりません。あのお互いどういう風に読み合ってるのか。あーまっすぎる今のムーンかわしてってか。やっぱさすがにムーンの精度とかその辺のなんだろう読み合いは早尾なのか。これはただ、あ怒られた怒られたハンマー話にはお仕置きの気がすです。ええ加減にせえって気がされましたね。しかも立ち気がすだったしちゃんと。パブロ中盤。さあ黙ってる YSB ではないでしょうがあんなもん見せられるとちょっと怖いですね。ここでいいかな。コバコバハンマーは行かずだったか。パブボディなんだシュートだったか今パクってる。着地までちゃんと引っ張って最後まで回しきりお見事。さあヒューゴ同キャラは制したのは早尾と。さすが以外の言葉がないですね。さあ 1P 側は大将杉山ネクロ。ネクロヒューゴですがさあどうなるのか。開幕からおしゃれチューバー使ってきましたね。マイステバックチューバー。さあなんかネクロがねてか杉山さんとかがヒューゴ相手にやってるとあの電磁のビリビリビリが気になりますけど。さああれ確定ないのか。ああハンマーないと確定ないのはちょっときついですね。確かに。さあ下段のつかみ投げ。わあなんだ今の。場所待ってない。投げておしゃれ中盤しっかりハード。小足エレック差し込んできた。中盤で拾ってバックして。さあ一生ぶろってる。おしゃれ中盤当たんない。あずらしてきた。これは読み合い。ネクロのあのふわっとしたジャンプでネクロ側がボタンを押さない選択肢。あっ隙見したらいかんね。すーぐ回してくる。いった。
しかもベラボに減ったぞ今。さあこの体力差からお互いどうするか。大電池これはタッシュパ確定か。お互いのフレームの差がよく分かんねえやこれ。あーこれはハングが効果的ですね。3、4、5、4でした。投げてここはやり直し。あームーンで残る。もう一回ゲージ溜まった。さあマッチポイント2P がリーチ。お互いジャンプ周りの読み合いがもうよくわかんないことになってんだこれ。あ強い。さあネクロがスタンされかけてたといったところだが、これはちょっと赤取り行ったか。なるほど。あーそうかネクロね、結構このカードだと立ちだけ使ったりするんですけど、対応相手に怖くて使ってないって感じですね。ワンボロイエクストラリアットが確定しちゃうのでほぼ振ってないというか。いやー怖い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 踏み込んで今度は弱視 TC。 ここで投げが通る。3、4、5、6。これはかわしてビヨってる。最後の読み合い制したのは杉山ネクロ。決勝でもいいみたいな試合を予選からやってくれました。下がったのは、杉山 TMYSB チーム。これ切り替えて 2P、1P 側がみもちゃん中堅、2P 側が小大将と。なるほど。じゃあ B ブロック、ビクター黒アブーバーサツ、杉山さんとこ、杉山さん試合です。やってないってことです。じゃあビクターのこことわさびさんとこ。今の試合見せられてやりに行くのマジ嫌だな。これはわあ確定した。画面に目を戻したら現役発動時の隙に前捨てしてまして壊し性抽選。というわけでこれは3対1かな。はい、ミモラ・ヨモダ、モデル勝利。これ3立てあり。これミモちゃん、ミモちゃん3立て。まああとで聞こう。じゃあこのままでいいや、このままで。じゃあミモラ・ヨモダモデル VS 猪之助ベータロー羊羹、これを見ていきましょう。ちょっと待ってね。これが名古屋タマコン、みもちゃん3立て。了解、みもちゃん3立てだって。うん、オッケー、ありがとう。じゃあ A ブロックは、配信に映すのは猪之助ベータロー羊羹 VS みもらモデルよもだという形になります。どっちも三つどもえの可能性はありそう、一応数字上ではあるんですが、さあどうなるか。はい、じゃあスタートしてください。 OK、 開幕 1P 側モデルチュンリー、 2P 側羊羹チュンリーになるのかな。あ、猪之助さんね。あーびっくりした、猪之助いぶきでした。 1P 側モデルチュンリー、 2P 側猪之助いぶきと。ちょっと待った、今両替機、両替機、ちょっと前に両替機使った方誰ですか。だよね、確か小平さんがちょっと見えたから。はい、ゲーセンで数ある事故のうちの一つ、高額両替して100円しか持っていかない事件が起こりました。ちゃんと届いたので安心してください。はい、悲しい事件です。必ず高額両替機を、使用した際は千円札は回収しましょう。さあ中足砲抑線ジャンプダイパン、はい、満殺事故ですね。はい、ゲームニュートンはですね、カウンターの前に高額両替機があるので千円札が刺さりっぱなしだとピーピー言ってすぐ分かります。さあモデル、
あーこれは減る。さあこっから、あー厳しい、投げて、あー下がってけん、ちょっとこれは鎧を使う間もなし。勝ったらモデルと。あとごめんなさい、カウンターに朝日さんからお土産頂戴しましたので、ぜひ皆さん食べてってください。よろしくお願いします。はい、次は、モデルさん対羊羹です、さんですね。はい、早尾です。途中から来ました。羊羹さんが攻めていて、じゃあ膝で。さっき羊羹さんのゲージ発動して画面端にこの1本で押し込んで、さあ技で暴れて押し返すね。これ結構ね、されると、まあ、ユンは嫌な気持ちになりますよね。俺のゲージ陣に割り込んでんじゃねえ、俺が優位なターンなんみたいなね。やらないとね、追い返せないっていうのも正直なところなんで、難しいところですね。まあ、あくまでもね、ゲージ受けてる側がめちゃくちゃ辛いっていうのは、それは間違いないですね。さあ、モデルさんが投げて1本選手、1ラウンド選手。着地、雷撃中の着地にね、ガード間に合ってましたね。意外と隙が少ない。あーディープ、持続当て、中段からの砲翼線繋いで追い打ちはちょっと当たらなかったが、画面端の攻めは継続。一旦距離を離して砲翼線を貯めるという選択肢でしょうか。現役陣がね、溜まっているので、まあ無理にいってもあれなのかなという判断でしょうか。コッパーポッパーバレ2発目はお仕置き、ブロッキングされて、さあ半分大パンチ。ユンはね、体力がね少なめなので、まあ減りますね。大パン1発、さあ大パン2発、3発と。このゲームしゃがみでダメージを食らうとダメージが 1.25 倍と、まあなかなか減ります。大パン確定している。さあ立ち大パンチをふんだんに押し付けましたね。さあモデルさんが1本取っていきました。さあ次出てくるのは、座っている方は僕の場所からは見えます。これはベータローさんですね。ベータローさんがサングラス着用で着席しております。さあ気合十分、技の相性的にはね、かなりオロが触りづらいのではないかなとは思うんですが、行きましたね、やりに行く。やっぱキャラがね結構きついと、数字をつけられている側はやるしかねえっていう場面をね、出していかないとなかなか覆すことはできないですからね。なるほど。プレイヤー情報によると、モデルさんは結構レアキャラが苦手というお話もあるので、その辺もあれですね、狙いどころではありますね。一旦距離を離して砲翼線はある。あ、オロの野行魂、スーパーツ、野行魂、野行魂ですね。これはもうちょっとで溜まりそう。投げて、あ、体力優勢取っているのはベータローさんのオロですね。ここでチュンディのゲージが2マックスで一番危険な状態、サードにおいて危険な状態、トップ3に入るのではないでしょうか。しさあガードを固めて、ベータローさんは慌てない。投げて端っこ行って、野行生1個上から、でこれはめくらないけど見えない下段、ゼロドットマジックピクセル、これはしっかり漏れた。砲翼戦押し置きして、まずはベータローさんが1ラウンド選手。続く第2ラウンド大パン。はい、C ブロック呼びます。マイケル君に行くと、チャコアブアルカ1番筐体で、あ、2番筐体です。クリントコとチャコタロンとこ集まってください。砲翼戦決まって、お湯打ち決まって、さあ何が来る、投げ、次は一旦距離を離す、まあ、一撃を食らえばね、こっからガラッとひっくり返ることも全然オロならありますので、
ひっくり返るというか終わりますのでリスク管理で下がる。レイちゃんが大将レイちゃんが中堅かな。あごめんごめん、大将だ大将だ、最初にロスケさんだったから先方大将です大将。さあベイちゃん頑張れ。この間のティンクで新人王取ったはずだ確かに新人王がマニアックスでモデルに挑みます。あさあここは投げ、どっちも闇感ありますね。闇感あるか。これは先の闇なのか。じゃあ下がる、いかない。リスクの方ゴールド免許ですね。リスクを優先しましたね。チュンリー側に行く意味がほぼないです今のは。はい、なーっ、なんかでかい、でかいボタン同時押しになっちゃった気合い入りすぎたか。いや、行王玉か。いや、分かんない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 よ。あるよ、出て銃だったある意味デバフ効果だったのか。なんかメタパニチックに。そうっすね、あれあこんな技あったっけみたいなモデルがすんげーモデルがへこんじゃる。いい顔だこれはすげー試合だったな。ウェブカメ欲しいっすねちょっとウェブカメ欲しい。しょんぼりしちゃったなモデル。 KOF の負けたチームの人のリアクションみたいになってました後ろで座ってる、ファイナルファイト あの車壊された人みたいなOh no ブレッドっすねファイナルファイトのブレッドみたいになってました、はい、さあこれベイちゃんあるんですか。残りが辛すぎるけど辛すぎる。あと4号だとみもちゃんでしょ頑張れ。だから考えようによっては中盤一発入れば、はい、あの終わってしまう部類のキャラクターではありますので、まあ、確かにね、どっちもね、はいはいはい、間違いない、はい、なのでメーターさんにも全然ありますからね。気合の近距離中盤一発入れば終わってしまう。終わらせられるのか。終わっちゃう。入るのはこっちだった。あとなんとなってあっ現実的にはミスんなきゃいけんじゃね。はいはい、もう一回いけるでしょ。はい、はい、2ループ目で画面足絡まないから、はい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 、たまるよね。あーなるほどね。どうするの。あーったーあったー。やっぱりあったこれなのです。このキャラこれなんですが。そうなんです。さあダイバーも応援してるレッツゴーと。ただちょっとオロが芸術からかになったのでこれを頑張って貯めないといけない。そうですね。とはいえ1本半ぐらいあればもう始まっちゃうので。そうですね。じゃあベータロさんうまいところはしっかりね逃げつつもちょっと牽制置いて近寄らせづらいようなね。そうですね。逆にダドはもう3マックスなのでいつでも寝かしたら用意どんって感じですが、はい、さあメリハリがうまくゲージも作って体力もかなり取っている。これは後ろに二段ジャンプした。あ逆に画面走っちゃった。逆にそうですね。そのままストって降りてたらめくりジャンプ中継が当たってたかもしれないみたいなね。そんな感じでしたね。ちょっと安定からで判断がむずいですね今は。あーしっかりしてる。前に行ったら置いてあった。落として。なるほどダブルアップ。さあここで逃げていく。お危ない危ない危ない。いやこれはあ確認うまい。お上手。削っていく。カラジャンレバチュローキャンコークですか。どういう読み合いやね今の。いやでもメタロさんこれ全然ありますからね。ほらこういう時ちょっと辛いですね。空振りでゲージが非常に溜まりにくいキャラです。まあ溜まってたならもっとゾッとするんですが確かに恐ろしい、はい、さあコーク打って。あーヨモダ得意の徹底したこの冷たい立ち回り。あー怖い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 。おー怖い怖い。今の中足も勇気いりますからねあれね。さあ怖いな当たり方も。強力で差し返しみたいになったぞ今。さあこれどうする。空中くらい。あなるほど今マシンガンか。あーめくりになってる。あうまい。いやいやあらららららら。これは確定。あーあー体力がなかった。マジ判断はめっちゃ良かったんですけど体力がなかった。ですねヨモダよりモデルの方が落ち込んでます、はい、そうだね。ま
またしゃがんでましたもんね。モデルがこっち見て、あの目頭を押さえてました今。カッてね。ベリーあ富永さん。ベリーバカジャパニーズ。ベリー下手ジャパニーズ。おかしいな。やってること上手かったんですけどね。完璧だったんだけどな。さあトミニーが嬉しそうですが、問題はこれで す, わそれです、最後の壁が厚すぎる。さあ大小対決、ミノラさん対ベイ太郎さん。いやベイちゃんね、ここ逆さんだったら今日準優勝ぐらいはもういい。もうありますね。パンフレットもう載せていいじゃないですか。いい、全然ワンコーナー作ろうかぐらい全然いいわ、うん、マジかベイ太郎灼熱の時かこれは。おっと確定してんのかこれ。さあここから立ち回りで、どうする裏に行ってる、めくってさあはまっ、あるよ、はい、はまった形になって、もう一度さあ今しかも様子見たの、様子見ましたね、判断が危ない、危ない、バックステ一発、さあ遠かった、いい、助かる、ここから逃げてる、うわっと対空が素直、逆算リーチ、これはありますよ、これはあるのか。みもちゃんも心なしかちょっと慎重か、これは。そうですね、ちょっと危ない感じがしてますね。あま技の噛み合わせもなんかいい感じですね。動いたところに当たり、置いた牽制がなぜかこれも、ね、なぜか当たるあこれはゲージ入って、まあ、まずダメージ取ろうという形です、ね、さあでも体力が残っていればこのキャラ何でもできちゃう、できます、オロは今に2本あればもうヨイドンですね、ヨイドン、ヨイドンしちゃう、この距離で殴り合ってるの、あーちょっと遠い、さあこんだけあるからな、そう残っていても甘いというかジャッジが早すぎる今裏から中継がすげえタイミングで打った、さあ、ミモさんもかなり危険度高めている動きになりましたね。なったね、ほとんど 密着に行かないというか、そう、これやべってちょっと思っているのではないでしょうか。今打とうとしたかな、まずいまずいまずい、これはしっかり落として、あー漏れた、ための日輪が漏れちゃった、膝2号だったらね、よかったんですが、さあ、投げているのはミモさん、抜けて、さあさまざまなフェイクを仕掛けて通したいのは、通したいのは本命のはずでしたが、でした、冷静なダッシュ見てから唐草、最後はミモちゃんでした。いやしかしこれはね MVP でもいいかもしれない、いやすごかったな、あの多分モデルと呼ぶだろう、はい、あの MP が2位ぐらいになってると思うので、はい、そうですね相当消耗したと思いますよ、これはね、まあ、ということで1位抜けですね。いやめちゃ惜しかった、惜しかった、はい、さあ今画面に映っているのは中堅対決で、チャコ太郎さん対マイケルさん、はい、では、テーブルロック呼び出します。刺激系のサムバーサスデコイイカマジン村方、刺激系のサムとデコイ 村方イカマジン集まってください。ということは画面に映ってるのが C ブロックですね。そうです、 C の一番上ですね、はい、マイケルチャコ、うーん、チュンリーがリマックス、うーん、ぼちぼちリーサルリーサルユリアンですが、ぼちぼちリーサルです。そうですね、ユリアン 1.5 ぐらいは欲しいですが非常に辛い。動きながらゲージ貯めたい、まあ、逆にユリアンだけがゲージを貯めれる状況なので、ここでどんだけ割り切れるかみたいなところもあるんですが、マイケルが無駄に下がりすぎない、いい前借りです。移動投げから息入れ替え投げ、ただこれもう時間がねえな、行かなければ上にしてる、してないなかった、でも今のはしょうがない、気持ちがすげえわかる、行かない行かない、時間、こいつもこいつもゴールド免許、時間もあってね、まあ、行く必要がよりないというのもありますよね。ですね。さあ勝ったのはマイケルだ。ユリアンのジャンプ台形、ちょっとでも深めに当てると順番タックル行きたくなってという気持ちはすごくわかります。はい、さあこれで大将、
になるかな。はい、さあワンピガーは V 武器、クッピーガーはマイケル・チェリーと、うん、さあアブさん久々に見る、そんなことない。さあ密着ディープ、しゃがみコパン、ライダー、繋がってましたね、3ヒット繋がってましたね。いやーいい組寄り、あれプラマイほぼないはず、確か持続当てみたいなですね、ネタですね。あーちょっと息吹には怖そうっす、浮いてるのバットで発見確認はこういうやつね、これですよね、はいはい、あーここですね。とにかく息吹は空中移行技が豊富です。確認系をねいつもノリでやっちゃうとああいうことがよくあります。はい、飛行剣チェンリーは下がってゲージため、先ほどのオールと同じく息吹もほっといてゲージ ためにくいキャラなので距離が空くと中リガーが有利になりますが、ダイヤシ5回ぐらい振ってましたよね今ダイヤシ5回ぐらい振ってたような気がすげえないろいろ考えてるとね、あのあんだけダイヤシ振られても差し返せないですよね、まあ、意識の外だとね技強度の問題でね中足に対してダイヤシというのは分かるんですが、はい、まあ危ない、ああったタイミングずれた、お互いずれた感ある。逆になんか当たったことによって投げ無敵時間ちょっと長くなったみたいな、伸びましたね多分ね、ヒットバックそんな感じありましたね、はい、投げてガヒエン、さあお互いゲージ結構もうあるのでどういう風に触るかですが怖い、あもうちょっとドキドキしてるかもしれない、そうですね砲翼系を、さあさっきの空中くらいのやつをねやってしまうと怖いんですが、しながみぐらいだった、表ゴヒットはやりすぎ、減る、いぶきにゴヒットまずめちゃめちゃ減ります。はい、というわけで終了かな、3対勝った方報告しに来てください、勝った方マイケル、マイケル、3-1 だったそうです。さあこっちはケン3と誰だ、イカマジンさんが、イカマジンですね、刺激とイカマジン、多分始まったばっかりかな、そうですね先方同士ですね。はい、じゃあ2番兄弟は勝ち残りと旦那さんとこ、勝ち残りで旦那さんとこで9人とこと旦那さんとこお願いします。じゃあブロッキングからボタンを押してましたね、後から来るコークスクリューブローに巻き込まれてしまう。さあ剣など剣3ってチームが結構個人的には嬉しいんですけどね、最近あんまりこういうチームなかったのと、まあ、剣がちょっと今少ないかなって印象があるので、確かに、はい、ちなみに先月僕キューボー3出てたら、はい、ダド3と当たりました、ちょっと日頃の行いに何胸に手を当てていただいて、それはしかもその日の昼ご飯サンキューにご飯食べたらガト3いたんすけど、95、3でご飯食べたら、おじゃあそれはねデスティニーです、デスティニー、はい、デスティニー、運命、しょうがないですさあここはあら豪気デコージですね、剣に対して豪気はちょっとしんどそうな面もありつつですが、うわあいやー、このカードを分かりやすく今見せていただきました、はい、全部当たった、はい、開幕飛びが通るとダブルで半分ノーゲージです、半分減りましたね今、はい、非常に分かりやすく見せてくれましたね、すごいな今のは、ダンスっちゃったね今ね、ハードラックでしたね、1秒かからないぐらいのコンボで半分減りましたから ね、 減ったねさあ刺激がかなり調子良さそうですが、あ、危ない危ない危ない、大丈夫か大丈夫か動揺してますからこれ普通に飛びぶっ刺さってましたけど危ない危ない、はい、あ、まーい、しっかり地上でかくらせました、うん、これはなん これはデコージ苦笑いです、苦笑い、苦笑いです、チームメイトみんな笑ってます、はい、あえて申しますがいいとこゼロでした今の、はい、いいとこなかったので
村方さんに頑張ってもらいましょう。茂木さんも別に、あ、なんか勝ったみたいなですね、はい、そういう感じでしたね、はい、あ、大将村方さん、さあ先日の FT10 ではサード氏に残っていいでしょうね、はい、はい、すごかった、とんでもない死闘を繰り広げていただいた村方さんでございます。もう今多分この頃に病んでいきたいって人は誰もいないでしょう。あ、ドキンからブロッちゃうと、おー、安くつった、投げる、いや気づいたら体力差がすごいね、けわー、相打ち低空でしたね、ライてか登りだけ発生早くね、今早かったっすね、めっちゃ早いな間に合うんだ、危ない危ない危ない、ノーマルになっちゃってさあ、対空危ないよ、始まります、ハゲさんはまだ来ません、警察はおらずです、今日の夕方まではやりたい放題、無法地帯取り締まり、これはたまるね、じゃあちょうどたまった、やっぱりね、フォローが効いてる保険効いてる、はい、人体無敵はないですね、初段までは無敵あるんですけど、まあまあ正確に言うとね、無敵はあるんだけど超短いとその後もう切れちゃうから、はい、しっかり顔面にあの野球玉がこびりついておりました、はい、最近の格ゲーだとね、ロック技になってそこから演出で無敵とかで、ね、あるんですけど、なるんですけどね、これそんなないですからね、このゲームのロック技はギガスとか投げ系ぐらいじゃないですか、かな、あのロックしてあげてほしいのはあれですね、あのレミのアテミです、あ、確かにあれロックしないんでカス当てだとえらいことになります、確かにブーメランレードもその類ですね、あ、そうか、確かにさあ、大将は大将じゃないか、中堅、これ中堅の剣、剣がこれはあ、KM さんですね、 KM さん、はい、ダッシュ、おー、中大ダッシュ中大、お、ダッシュ中大、また通る、いい速さですね、確かにこの3人全員タイプが違う剣かも、あれもあれもそうだね、割と全員タイプ違うイメージ、確かに確かに、あ、最後は縦中継同士の相打ち、ハイトルもロックしてほしい、あ、そうだね、ハイトルもロックしないね、あっとあー、そうですね、ヤギオ玉手が遅いです、これ遅いですよね、やっぱり赤い、はいはい、コンボマン、あ、ここはちょっと薄めにいったの、いや、いやこれは逆に痛いのか、これ2ループ目でしたんだね、スタン言ってた、あらららららら、らループいらないの、そういうことか、何今のなんかループ、いやなんか EX 日にだからスタンチ怪しいなと思ったら夜のね、ループ1回少ないと思ったらこういうコンボを狙ってなんて、信頼漏らしただけなのに気づいたらピヨっちまったような、赤風呂からあんな行くんすね、あらららら、らあらら、さあじりじりしたラウンド3ですが、おお、おろす、なんだろう、ダッシュダッシュダッシュ前フロー、さあこれで裏から、あー、ちょっと遅かった、ヒヤヒヤする、うわー、暴れないですぐちゃんと逃げますね、上り陣地発動、タクが多すぎる、弾が残りすぎて、あー、抜き投げ、これはどうすんの、たま、あ、無理無理無理、これは、怖い怖い怖い、よくしのいだけど、置いてる、どうする、中段空中くらい、しっかりガード、だー、最後我慢しましたね、さあこれでクニさん 3-0、 はい、じゃあちょっと C ブロック呼びます、ジャコアブアルカと旦那トミーカリオ、はい、お願いします、さあこれで逆サリーチ、サムさんですね、でコマさん、早尾兄貴の応援に来ましたなんですが、早尾さんは今プレーオフ行きです、プレーオフです、はい、割と激しい内容でしたけどね、楽しそうでしたお互い、はい、ハンマーにお仕置きでギガスしてたのが一番面白かった久しぶりに立ちギガスやりました、ね、純粋に素直な立ちギガスでしたね、はい、うわぁ、つながんない、危ない危ない危ない、おー、うまーい、壊し一発陣内、しかもちゃんと地上なのね、今の、うん、
週足だと間に合わなくてコ コアだと2発目届かないみたいな、そんな感じでしたね。あれしかない系ですね、うん、素晴らしい。バックステが速い。あっという間にどっか行きますね。あ、着地に中足と。さあ逆算リーチ。さあサムさん、ここは踏ん張れるのかだが、だいぶいろんなもん見せられちゃってますからね。そうですね。あ、怖っ。うー、相手のダッシュに対して下ブロ置いてるのはだいぶ怖いですね。危なかさん一発で仕留めるっていう殺意が感じるね。おお、EX から割り込めた。わー、いいバックステ。で、地上戦もちゃんとやると。うわー、マジで投げたの俺側か。めちゃくちゃ速かったな。ウェディング、ここで1人1人やるよ。あ、浮いてる浮いてる。じゃこれもう、ま、さすがに、さすがにか。お前うまっ、前下でさばきましたね。うわあ、マジやりに来た。それはすごいね。さあどっちだ。タッチャケブロって散らしてない。さあ何する。一回投げ追っかけてくる。打ち切った。相打ち嫌な。あ、届かない。怖い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 。届かねえんだ今。あ、いいだやし、ゲージなかったんでね。あれで多分正解。膝、あー折れちゃったのが引っかかり。うん、もういい、いいよ。あー、変な引っかかりだった。なんか変に当たんなかったな今。いや、宗像さん、スーパープレー連続だったんですが、これはケンスリーが踏ん張りました。いや、根性値が高い。というわけで、刺激系 M サムチーム勝利。じゃあ、勝った方残ってください。西川、ヒアシンス、朝日、一番筐体です。一番筐体です。さあ、切り替えて、これは、チャコアブアルカと旦那トミーカリオなので、トミーさんとチャコ太郎かな。おお、いいですね。静岡ペこのリーグ、貴重な竜が3枚もいるんですよ。この組がすごい詰まってますね。みんな仲良しってことでね、はい、集まりましたね。確かにトミーさんはさあ、静岡から来てくれて、まあ、珍しいは言い過ぎか。旦那さんが毎月来すぎてて、旦那カリオの参加率が高すぎるので、他の静岡勢が普段どんだけ来てるかがね、ちょっと頭の中たまにバグるんです。確かに、はい。だからスケロクさんもそうですね。そう。旦那さんだって最近ね、あの星狩りが近いとか、あの、ね、マリア何言うととあんま変わらないとか言い出してるので、ね、星狩り近いはもうあの岸和田みたいな、静岡から岸和田と静岡から東京が大阪府なんですけど、そう、もうちょっとよく分かんなくなってるので、ね、はい、大丈夫でしょうか。これはあ、今迷ったかな。そうですね、中足のモーション見てたんでね、うん、溜めてたら潰される。そう、潰されてたっていう。それだったらもう一発確定でも離しちゃおうみたいなね。前陣はレベル2ぐらいまでは密着で相手に当てたらフリフリががっつりなので、相手側に反撃食らっちゃうことになります。静岡って新幹線で1時間ぐらいかかるね。かかるよ。かかりますよ。さあ、ヘッド。さあ、もうじき龍が電磁たまるが押し込み、うまい、竜巻打ったね。下げていいブロッカー。うーん、ダメージで取りに来ましたかね。そうですね、はい、素晴らしい。ファイナルラウンド。さあ、ファイナルラウンド、いいですね、これかなり。さあ差し返して、じゃあ波動拳出たらもう投げられてて、エディスリュープダー張って竜巻は当たらず。ガードさあ、波動波動と意外にめんどくさいですからね。さあ、下がりつつ立ち回って、そうそう、富さんの前陣ゲージが溜まって、これはレベル3で足りましたね。間に合う、間に合ってる、はい、でと裏回りから投げる、大タックル繋がって、ここからどうするか。ここまではいいんですが、
体力差はまだある。ある。大タクル。危ねえ。はい、1枚溜まってて、ナイスカード。クリアガードしている。最後は灼熱の引っかかった。引っかかった。ここは飛び道具でフィニッシュ。いい立ち回りでしたね。うん、さあこれでトミさん3立てリーチですね。大将誰だろう。阿部さんから。はるかさん。阿部さんから。なるほど。じゃあ怪物が竜対決だったわけですね。はい、さあ先方大将です。さあお互い今度は SA が変わって、お真空とカスミになりました。まあこれ結構諸説あるらしくて、流的には、はい、あのスラガラミで電陣は相当使いにくいらしく、あーなるほど、逆にそれを探せ取ったやり方もあるんですがというところで、はい、結構流派が分かれるっぽい。なるほど。これはあー弾がでかい全然変なかったなチューパン、チューパン強いな。さあ投げは早かった。置いてる。立派なしのジャンプ5番。空投げとかに行ったのかな。なるほどね、うん、あこれ息吹はアルカさんじゃなくてアブさんですね。出番。さあダメージ追いついてきて、さあお互いを塗ったダメージぐらいで中段のガード。ここでこの決意は、おーいい顔し、あちょっと食らっていた。これはヒナライダー。さあ取り返してアブザ踏ん張れるか、トミさん決めるか。さあ竜巻を多用しますね。大竜打ち切っていきます ね、 あでもしゃがんでると裏行っちゃうので、これアブさんがちゃんと立ってケアしてるっていうのが多分正しいです。そうですね、はい、しっかり2発取って、これはジャンプ間に合わず。まあ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 、さあペースはアブさんが取っている。トミさんどう返す。登場。これはちょっとかすみが怖いけど、あ浮いてる、浮いてる、しっかりしてる、ケアが行き届いてる。お見事。これですね、空中フライ。さあそしてこれカリオですか。さあカリオさんが登場でございます、はい、カリオさん。はい、球体武器、まあ球つらそうですけどね。どうなんでしょう。ハリオさんが吹っ飛ばして、もう半分減った、減りすぎやろ。さあ打撃の、打撃や投げの威力の高さを押し付けていく形で、さあ移動捕獲の外でしたね。もう中盤ケアしてました。前に行ったので食らってしまう。いいえ、これは確定なし。 PA でね、パーソナルアクションで防御力を高めていきましょうと、そういう能力、効果がありますね、Q のパーソナルアクションには。中盤？さあ、Q のゲージ、腹部ですね、腹部がもう満タン溜まって、いつでも使えますよと。さあ、アブさん、どう変わっていくか。盆栽の着地に投げていく。これはかなりお上手。あカリオさん、これは反応が早い。大のビンタ勝ちですね。これはいい形でラウンドを取りました。それからバンで落とし、キエマガード、これは一発目だけしか当たらなかったので、あのキャンセルができないってやつですね。ヒエンはよくあのキャンセル技、よこれこういうのよく見るんですけど、うますぎる。ダーゲダントシになった。
2発目をガードさせて跳ねないと、あの必殺技のキャンセルとかね、あの区内投げたりカスミスラップっていうのができないんですよね。ガードさせる距離が微妙に遠いと1発目だけガードして2発目はガードせずで区内とかのフォローが効かないっていう場面、そこにしっかり突進当てましたね、カリオさん。お見事。さあ赤い、さあいろいろありましたが、ラウンドを取っていったのはアブさん。ブロッキングしてちょっと待って打撃いけましたね。最速でねブロッキングした、あ反撃しようって思ってボタンを押すとその後のキャンセルスーパーアートに巻き込まれちゃうんでね、ちょっと遅めに押すっていうのがやり込みポイントですね。中段引っかき、さあ腹部がゲージ溜まって、ここはガード冷静、これはちょっと当たる。アブさんのかなりリスクを抑えた立ち回り、お見事でした。さあ大将は旦那さん、さあいいよイラブさんが、あ大将旦那さんいけるか、対決危険当たって映えないパンチ、さあガードしてる、ガードを叩いカニバン当たってダッキングアッパー、攻めチャンス、さあクイックスタンディングをしたら押し合い判定がなくなるのでダッシュしたらめくりになったりするわけですね。旦那さんやり込んでいます、赤いけど、これはさあ垂直ジャンプ弱か中パンが当たる、いい引っ掛けですね、いい判断でした、はい、すいません席離れて戻ってきたら仮をてってってで終わってたのつまりそういうこと、はい分かりました、はい、でもめちゃくちゃ内容良かったですけどね、マジか、はい、さあしかしここは大将旦那さんがこれはちょっとまあ隙少ないな、まあ、これは確定はしないと、あ吹きダートはやんちゃなこと、あそれなら OK 空気ないでも大丈夫、なるほどね、判断が素晴らしい、あ申し訳してこれはジェッパー、ジェッパーを潰してましたね、まだ地上なんすねあれ、なるほど浮いてるかなと思ったんですけど、浮いてたら割と軽傷で済んだかもなんですけど、地上フライになっちゃってましたね、まだ飛び立ってなかったんですね、はい、さあしかし旦那さん非常に動きいいですね、かなめちゃめちゃいいですね、不意のダッキング、なかなかアグレッシブに動いてくるが、画面足の押し、おっとっとっと、いい入れ替え、カニった、さあこれはどうする、置き攻めは浮いてる、なるほどね、いや体力あまり変わらずだが、怖い噂前中継、怖い、いやいい位置でチクチクやりますね、ジャドがなかなか、おっと位置が入れ替わって、あーカニでは届かない、あーちゃんと連打してる、当たり前粘りましたね、ってことは逆算かなこれはですね、はい、じゃあ C ブロック終了となります、チャコアブアルカは2抜けですね、あ画面切り替わった瞬間に中足漏れた砲翼が、そうですね、これは朝日デコイですね、はい、じゃあ E ブロック呼びます、タミスケ6アラキ VS 佐野赤ガエル富樫、投げて、タミスケ6荒木と佐野赤ガエル富樫、2番筐体です、呼ばれた人集まって、さあ沖縄からお越しの朝日ちゃんですが、ここはデコージの勝利と、さあ朝日ちゃんの応援に来ましたと重ねが書いてるんですが、また次をタイミングが完璧でした、はい、またあーと大丈夫もう一試合あるから、はい、タミスケ6荒木と佐野赤ガエル富樫集まってください、試合です。
さあこれはヒヤシンスさん、さあ来てるかな、ヒヤシンスさんですね。さあこれがこれヒヤシンスさんですね。はい、あオルガさんもいるさあしっかり見てる、はい、さあヒヤシンスさんが出られないヒヤシンスさんは出られない、暗黒絶唱にお仕置きをされてヒヤさんがゲラゲラ笑ってます。死なばもろともの今絶唱でしたがバレッバレでしたね。ゲージ欲しいっていう暗黒絶唱を裁かれてしまいました。さあ流れが非常によろしくない。さあラウンド2、ヒヤシンスさんにとっては現役人で流れ変えれるか。さあ通った、あ下がってる、これは減りますね。合金相手だとあのくらいでもいい減りですね。あ痛い、ダクショウリュウ。さあこれはね、レコージ2マックスでしょ、ちょっと2オンボール、うわクステクジャンプ、あこれは中断して、あどうする、ボンゴーブロッキングはできる、ブロッキング頑張れる、今のはできる、今のはできる。頭蓋の後はメッパじゃなかったのね。混合です、はい、混合でした。前ハイジャン、上りハイ、前ハイジャンならワンチャン抜けれたんじゃない、初段抜けれたかな、どうかな、あ初段が引っかかるか、そうかそうか、そうタイミングはめっちゃ難かったね、逆に、うん、すげえほくれて壁が飛んで、めちゃめちゃ遅いですからね、はい、あれ引き上がってきました。あんなブロッキングテストに出ねえよって感じですか。さあ、さあそしてドミ打ち対決、デコイ西川です。はい、あ落雷が来た、どうもどうもでーす、イギリス勢ですね。さあ西川がここは昨日結構ね、フリップ早くから来てやり込んでたので、おーなるほど、今日は調子良さそうです。まあ絶唱で逃げようとしたけど捕まった。ここは西川がまず先制と、うん、今ちゃったら投げを受けたな、はい、しっかり治療でかくらして、大パン暴れ、まあね、マジか、昨日やり込んだのかな。読み合い回ってるのかな。なるほど投げて、なるほど、わー台形が、わーいいバックステ。さあこれ画面を押す方をどうすんの。さあこっからは削り、あーしかし残空投げ、これはエロい、残空やりませんと出ませんってやつですね。結構残空自体はね発生が遅いのでああいう形のができます。しゃがみ中キックに雷撃確定してえらいことになってます。と7割かな、あのだあぶね、あっとっと、さあ西川さん出ねえって言ってます、うん、悲鳴が上がってましたが、ああいい判断、低すぎたんで飛びが多分出ないというところで投げだったから、2発目3発目からガージャン狩りでしっかりダメージ取ってくる、大足ダッシュしてましたね、すごいね、さんも読み合いの果て、大足はなんか身内読み感ありましたね、さあさんもダッシュしてましたからね、やーるデコージ3立て、はいザビじゃあ、F ブロック、F ブロック呼び出します、ヤマトラゾシマ横バーサス、はい、5スターオリ元気、赤ガエルさんの剣、お今画面映ってるのは荒木さんの誠と赤ガエルさんの剣、赤ガエルさんの剣でございます、初めて見ます。あいつもはアレックスなんですが今日は剣ということで、あー低中戦5段突き、荒木さんがしっかり確定反撃をして、これは赤ガエルさんの剣です、闇落ち闇落ち赤ガエルはアレック使いですが結構いろんなキャラ使います、ね、うん、チュンリーとかも使います、ジャンプ攻撃しかしからくさっ、出し投げ通して攻めは何もしない、さあ様子見て中足疾風陣来客、投げ抜けてダッシュ投げが速い、あれ5スター横流元気は来てるかな、
あ、元気が探してるか。10台の2発目がね、結構近くないとね、当たんないですよね。ラッシュに置いている中足にしっかり疾風陣内脚合わせて置き攻めはないする中台。これはバードになって正中早手から突っ込んでヒット確認。次は佐野さん、佐野さんですね、佐野さんのヒューゴ。ちょっと切って、まあ、ヒューゴがね代わりに行くっていうのはねかなり難しいんですよね。誠に対して見てもらう方が楽なんですけど、来るのもね早すぎるからそんな速度で寄らんといてほしいっていう気持ちがあるので、まあどっちにしろかなりきついなと僕は思っております。受けて、荒木さんもかなり警戒してますね。小足からハンマーマウンテン、さあ何するセットプレー、フレームで勝負だと。しかしもうこっちはもう勢いで勝負だと。ハンマーはダッシュしてて遅らせてたからなんかできそうだったな。ちなみにしばらく走り出した後は無敵時間別にないので、実は対処としては初段ガードするタイミングをちょっと待って投げてやってたらまあ大体勝つみたいな感じなんですけど、そのタイミングを狙って走って離すとかやられてたら読み合いがうまいって感じです。最終的にハンマーマウンテンはね長押しずっとしてたら打撃出さずにキキって止まるんで、そこに合わせて投げとかで、ね、そういうのをやってたらまあまあまあ完全対応かなっていう感じではあります。体力のあるときね、はい、さあそんなこと言ってると佐野さんが勝利、これで中堅対決になりますかね。さあスケロックさんが出るのかタミーさんが出るのかというところで、さあスケロックさんですね。K6 さんは SA2、 さあ田野さんは SA3、 ハンママウンテン、まあ、これもヒューゴ側がね忍耐を求められるカードかなと思います。 K6 さんねかなりねいろんな動きを散らしてくるんでかなり読むのは難しいかなと思うんですけど、僕とかなりね試合やってたりするからそういうのもあるのかもしれません。そうだとしたら光栄ですね。お互いじりじり痛い。さあルグレガードしてますね、まあ、無理にブロッキングに行かずに体力を、ね、減らさないっていうのも大事ですかね。わーゴチャルとこういうのはやっぱり当たりますね。ケロクさんは結構ね壊しというかあれですね、ミートスカッシャー僕の中では当たらない寄りの人なので、まあ、それでもやっぱりゴシャルとねやっぱ当たるんだなという感じですよね。はい、さあ時間もなくなってきて、さっきまではね佐野さんの体力かなり優勢だったんですけども追いついてきましたね。こうなるとさ追い抜いて、こうなるとヒューゴが行かないといけない、こうなるとかなり大変ですね。いろんな対空がある。さあ壊し暴れ、立ち弱系で暴れて止めます。立ち中盤で落として、さあ時間がありません、時間がないので行かないといけない。さあ無理やり落として何する、相打ち、これはレミが勝ってそうです。ですね、 1,2 ドットレミの方が横に増えてましたね。これでね、
ゲージが全然ないんですけども、あんまりゲージがないからといって得することはヒューゴはあんまりないんですよね。コマカードはそうよね。そうなんですよ。レミがもちろんね、EX だったら鬱陶しいかもだけど、はい、別にないからってヒューゴのしんどさがあんまり下がらないというか、ね、そうなんですよ、はい、ノーマルで立ち回りは封鎖されちゃってるって。そうなんです。相打ち OK、 むしろ相打ちの方がありがたいぐらいですね。これはルーレの当て方が超むずいんですが、さすがですね。うまいですね。ジャクのなんかドセンター当てないとダメだったかな、確か。うん、下りみたいな。そうそうそう。さあ、しかし、まあ、火力の差はあるのでワンチャン使うとこういう感じになってきます。さあ、またしてもタイムオーバーが近づいてきました。お足中継、これは辛い。今いい間合いだと思ったけどムーン届かんかったが、さあ、まあ立ち回りでしっかり、エミガーが勝利と。さあ、横っちょは今回の訪日で20時間しか滞在しないファイブスターが頑張っております。ガンガンじゃないですか、はい、今日の夜1時半の香港行きで帰るそうです、はいはい、そんな気軽に来れる距離でしたっけ。知らない。あとでね、あのうち映すときにエピソードトークはしましょう。あ、なるほど。面白そうなんだ、これ。なるほど。それは言っても大丈夫だ。あ、全然大丈夫。なるほど。あ、今カスって言ってたから大丈夫です。なるほど。はい、大丈夫です、大丈夫です。だからお前、アイムクレイジーって言われてる。なるほど。じゃあ、これはトガシですね。そうですね。これ大将ですね。さあ、ガーフ行こうとしましたが、しっかりクイック取ってると。あのやってて申し訳なくなるシリーズその1。まあ、叩きつけっていうのがね、まだ。で、相当ピック取りづらいんですからね、あのシチュエーションは。確かに、思ってないですからね、そんなの。しかし、体力逆転。あー、今、いやー、でもこれはいい判断じゃないかな。なんだ、これは激しい。さあ、ここはタックレイズ押し込みたいけど、そう、あのレミーが止めてくるか止めてこないかで、はい、押し込みのジャッジがいるんですよね。なるほど。例えばですけど、ユウとか横ちゃんは止めてきます、はい、全く止めない人もいますし。なるほど。これ人によってね、行く行かないを微妙に分けます。ナイスサイズ。さあ、2枚目中断。しっかりガード。あ、いいですね。あ、これ痛い。ただレミー、あと多分7回ぐらい呼び勝たないと。これはまあ、ここはラウンド取ってるので、まあまあ何してもいいのかなみたいな攻め見えますね。いや、もう怪しい。もう怪しいですね。ここから危ない危ない。わー、重てー。なんだ今のは。タックル。あ、こだった。まあ、悲しい。悲しすぎる。ねえおじいさん、どこ。シュッ。ねえおじいさん、ちょっと。そ、天空を突き上げて、今ユリアンで当たんねえのはやばすぎるでしょ。もうちょっと下に判定つけてあげてもいいんじゃないですかね。さすがにユリアンで当たんねえじゃん、誰が当たるんだよって話ですからね、今の。マジ。そう、ねえおじいさん、悲しいな、今の。え、あ、次、あ、俺だ。はい、ニッパチ草壁、パチカスバーサス牛なめ大変行ってきます。部分を見てしまいましたが、あとがしさんがタックルから押し込む。 EX 様置いてたが、中段通る。肘がつながってタックル、タックル、前中盤で落とす。体験空対空、コワコワコパコパ、ヒット確認をしている。大パンとヘッダー打ち。これで富樫さんかなりきつくなってきたが、削りに来たー。さあ、削り倒してスケロクさんが 3-1 で勝利。いや、お見事でございました。ちょっとレミーの悲しい部分もね、ちょっと見えましたけども、遠いにしてももうちょっとつながってほしいし、
アッパー系にしてももうちょっと下に判定あってもいいじゃないっていうどっちの感想もありましたね横にも下にも攻撃判定が短いという、もうそれなるんだったら遠距離ダイパンにしたれよっていう感じでしたねせめて遠距離ダイパンだったらね、あの裏剣っぽいお腹を裏剣で殴るみたいなモーションなんで触りはできるんですけどね。現在配信に映っているのはたい平さんって言ってたんで F ブラックの CD かな、パチカツさん、福坂部さん、ニッパチさん、たい、牛さん、なべぷさん、たい平さんで今先方決めって感じですね。先方決まったみたいです。決まった？なべぷさんか、はい。先方はなめぷさん対草壁さんということで、草壁さんのネクロ対なめぷさんのユンと、あったかめさん、まず雷撃中の着地に引き中盤からトルネード置いてる、次ガードしてネックロアップ入る、引き中からヒット確認しっかりして追い打ち、引き中コパンしゃがみ大パン、さあこれにはスタン警察もにっこり、なかなかいいんじゃないといういい内容のスタンコンボじゃないっていう感じじゃないですか。警察の方が今の品のないスタンコンボ見ました。あ、品のない、あ危ないです思った評価じゃなかった全然、なんかコンボ落としましたね僕の中僕の中では結構平均点以上あったのかなと思ったんですけど、難しいところをちゃんとやっといて最後に逃すっていう一番寒いなるほどびっくりしましたねそんなことがあるんだなと、厳しいな、なるほどね、しょうがないでしょうあのコンボミスをしてしまったら死んでもしょうがないけど、なるほど、あこれは あるんじゃないですか、さあ出ていってさあさあさあジャンプナイパンチ、しょうがないしょうがない、ミスってしまったから、ね、あれはじめにコンボミスコンボミスが影響してますね今のネジは、カチカチだから別にいいはずなのにな勝ってたしさあフック当てて端っこ入り込んでいく、ガードアッパーはガード、ネクロアッパー擦りすぎて読まれ始めてそうっすねちょっと厳しいね、ダイパンループちょっと挟んでコンボ型が補正切って、おさあ無事しのいだ、でも3割4割減ってますね、そうっすね、やっぱ防御力が低いしょうがない、おさあゲージもあって、これは置き攻めは裏だけど確認惜しい、では壊しエルク見つけましたね、おお、アッパー入れ替えて、アッパーアッパーかな、ドリルありますよ、さあどうする、空対空されて、あーさあそうっすね、バクステで前方転身を避けてその確定反撃にエレクトリックフレークと、あの状況で裏あれ以外前方転身以外で死ぬような行動がなかったから、はい、厳しいよね、うん、EX ゲージも溜まってなくて、はい、うん、まあやるだろうなみたいな感じですよね、そうですね、しょうがない、さあ中堅は太平さん、やばい、さあこれはコンボが入りやすいキャラですからね、コンボが入りやすいキャラ、はい、さあ杉山さんの目が光りますここはどうでもいいでしょう投げてドリル、ターゲット当てて端に来てエレクが漏らしてさあ、大肘が1回さあ、新基盤か旧基盤か分かりません、まだ分かりません、まだ分からない大肘が1回、もうなんなら今大肘中パンチでピヨったからもうそっちでもよかったんですよねその究極的な判断がちょっと今できなかったのはちょっと残念ですが、さあ、漏らしていく、厳しいなぁ、人確認しゃがみ大パン
あれ強いっすよね。すごいね、強いですよね、あれ。ワンチャン相打ちになって、はい、そこからコンボもユリアン側もあるし、全然いい選択か、うん、さあ、肘を追い込んで、さあさあ、ステッド、これはコーラ厳しい、ブロッキング、うまい、うおー、復興が重なる、すごいところに壁が、そう、もう一回さあ、何かお立ちくらいして、タックル、スピア、タックル、チョップ、オアシスピア、投げは抜けている。さあまだ全然チャンスはあるけど、さあ投げて、本当にある、ありますよ、これは。さあ当たっている、さあ肘、大肘が、いやー、何やった あったー、なんかあって、まあまあまあ、今の大肘、エレクの後大肘、はい、もうちょい低めに当てないと2発目が当たらないんですよ。あ、なるほど、やり込みがいる、まあちょっとあ、そうですね、あれも あんなに高い打点で大肘当てんだなって思ってびっくりしましたね。なるほど、もっと低いだろ普通は、ね、もうちょいあとギリギリとかじゃなくて、もう全然何回も速い、ちょっとそれはびっくりしましたね、高すぎて。そうですね、なるほど、何に緊張してるのか。厳しいな。さあ牛くん、そう、元気がいい、ネクロッパーこすってコブラ、ライジングコブラも出てくる、投げて、タッチ中盤、画面端、投げて、タッチ中盤、うまい、中盤、出たー、つまんねえやつ、あーつまんねえ、さあ、中電池からディープ、あのコンボ中盤はね、マジ品がない、あれダメなんですか、何もない、中盤大パンとか、中盤のマイジャンプ中盤とか、もっと何かあるんじゃないか。なるほど、厳しいな、ネクロ、それが、そのコンボの安さがダメージに繋がっております。もうさっきので終わったからいいと思うんですけどね、別に。許せない。ユージャンプダイバーに中膝が負けるの。あ、当たってましたね。すごいね。さあ今度は変わって牛さんがいいを取り返す流れ。さあ牛くんも残る。あの安いコンボに切れてる。いいで帰ってきました。コンボが安いと。ドリル当たって。中盤確認している。しっかりして、まだ分かんないよ。アッパー来て、あっと、さあ最後はコパンパン、じゃあどう、この後ない、しない、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 何もなかった、何もない。PPV でした、もうちょっと。うまいんですが、スタンコンボに関してはかなり辛口の点数、芸術点がちょっと低くてそこだけですね。なるほど、試合の中身はめちゃ良かったですね。まあ勝ってますからね、勝ってるんで、はい、牛くんに、じゃあお前勝てんのかって言われたら勝てないから。そこは問題だけど。いや、お見事でございます。いい試合して負けるパターンが多いです。だいたいが終わって、残りはこのブロック糸ブロックだけが残っているのかな、うん、ここだけトーナメントなんだね。そう、ファイブスターさんのチームとパチカスさんたちのチームなので、ファイブスターさん、オリさん、元気さん対パチカスさん、草壁さん、ニッパチさんが今先方決めしてんのかな。これ勝った方が1位抜け、うん、そうっすね。さあ、ファイブスターがまだ香港から今日もなんか、あの、分けありの分けありらしいですね。本当は来週だと思ってチケット取ってたら、はい、今週だったから慌てて取りました。あ、そういうこと。パチカス対ファイブスター、先方決まりました。さあ、すごいな、これ面白そう。ファイブスター結構強キャラにしっかり勝てるけど、そのこのレアキャラ、ジャックキャラに対して圧倒的になんか変な負け方するっていう。さっきもね、初めて横尾ちゃんに人生で初めて勝ったようで、言うてショーンはね、タイプが道義系っていうところはあるから、うん、そんなにレアからは外れてないので。そうだね、まあ、パチカさんかなり
厳しいんじゃないかなと思うんですが、大足当てて大キックまでる、波動拳まで行く、振り向き昇竜か、ダッシュ投げ通していく、垂直ブロッキングして投げる、ダッシュ投げる、ダッシュがね距離が長いからその移動速度の関係でちょっと速く見えるんですよね、はい、ショーンのは。PA で攻撃をかけて、あ、ちょっと中大の中見えましたが投げが速かった、コアコアハードバースト、ショーンの貴重なダメージゲーム、ダメージゲーム貴重すぎる、貴重ですね、投げて、さあさあファイブスター一本取って、あれファイブスター、あれやはりレアキャラにはちょっとショーンといえでもちょっと厳しいのか、中足ハードバースト、あ、ファイブスターの心が危ない、振り向き大昇竜、これお上手、中大ガード投げ抜けて、中足中足ショーンタックル、裏からめくり竜巻がガードしている、ガードが硬い、コアコア疾風陣在客、画面端はどうする、ダッシュ投げは不正で、裏からちょっと遠かった、うー裏から来る、上通ってリップ通ってきた、ファイブスターマジックピクセル、ダーファイブスターEX トルネード、次のライバル決まりました次のライバルが決まってしまったメールとか言っとくけど、このメールで単純でサトでしょ、いやもちろんもちろんそうファイブスター、強キャラにはちゃんと、トップキャラにはマジでしっかりしてる、しっかりしてるんですが、さっきユンキの遠距離ダイバンガードして普通に陣台かくらしてました、すごいすごいすごい、やはり知識なのですかね、そう知識ですかね、マジ知識、ただショーンの知識はまだ足りないそんなんテスト出えへんやろみたいな、そんな勉強してないけど今年の試験難しいな、今年の試験はちょっとこんな問題今まで出題傾向変わりましたね、そう過去問になかったけどなっていう、さあオリュー君がショーンにはこう勝つんだと、そうですね、投げて中足、大抑制どうしようもない、どうしようもない、これは今のはどうしようもない、さあ、差し返す、お上手、立ち中継、下に判定が強そう強そう、足払い系とかに強そうな見た目ですね、投げて、あ、2発あってよかった、2発、5スター、これはテストに出る、2発 EX ドラゴンスマッシュは2発、さあ難しい、さあオリュさんが取り返して、これで中堅対決、さあ草壁さんかニッパチさんか、あと後ろは元気か、そう元気だから、さあおお、ニッパチ君は結構なんか昔俺が大宮でランバトやってた時、はい、もう10年以上前、はい、結構毎月来てくれてて、おお、まあ、かなり普通にがっつりちゃんとしたセオリー通りの剣っていうイメージ、なるほど、うん、さあ俺君も判断が早い、セオリー通りにしっかりそうですね、中足方翼点飛びそう、あと一発だけ、いやあえて2発当てないで、そうですね、ゲージを貯めていく、さあ1ラウンド取って方翼点はもうちょっとで貯まるか、剣の疾風陣在客は1本とちょっと、ストロッキング、さあ減りますね、これは表か裏か、表ー、わかんねー、投げる、もう一回リバーサー中足波動、
かりヒット確認して疾風陣内キャップ、いいですね。投げ連打される前にとりあえず止めましたね。これでファイナルラウンド。中継、これは裏っぽい、さあ三角跳びで跳ねる、跳ねるちょっと上行くからね、ジャンプ台結構当たらなかったね。可動して移動投げ、うまいな、チラシガードして、ガードして、うヒット確認している。さあ何が飛んでくる、ディープが当たらない、これはこれで強い、強い、歩いてスタブロコパン砲力、うまい、いやいい流れだったかなと思ったけど、そうですね、やっぱオリ君の断ち切り方がうまい、そう、みんなっちゃやり込んでました、お上手でした。さあ最後は高部さん対象です。これきついね、エレクトリックスネークを選んで、まあ、一発当てての裏表でもやるしかねえみたいなね、うんうん、なんかそんな感じはあるんですけど、そうだ、ね、ゲージが 1.5 溜まってようやく試合が動くんで、はい、長いっすね、 1.5 って1本じゃないっすね、長い長い、どうしようもないんだよねそれまでにどんだけ砲翼一発食らっても死なないように、はい、しながら長い、うんさあドリルはしっかり潰していって、鏡大パン、さあ陣のゲージは溜まって、まだここでまだいけないっつうまだいけない、なかなか投げられて、さあ砲翼点食らって、おいおいこれは厳しい、こっちは圧倒的に有利、うん、さあここでどう触っていくか、さあ来ましたよ、当てて、これ置き攻めは表からデクラッパーから肘、ワンチャンで終わるのか、 EX スイングバードキック切り返していく、肘からタッチに行って、さあ何する、問題はこのラウンド3ですね、さあ大パンチ、オリカもために行こうと思ったところで早めに潰しに行ってっていう、うん、あこれは幸先、これは厳しくなってきた、しかしジャックトルネードは負担はしないですが体力がかなりきつい、いやーさあ近距離中堅長押し、なんでしょう、なんだろう、なんだろうな、久しぶりに見たな、もったいなかったな、近距離中継100列読んで前前前って入れたのかな、そうするとかもしんないですね、前前前みたいな、ね、ちょっと、ね、遅いですからね、遅れて久しぶりに見ました、さあ画面切り替わったらでかいな、龍子の剣みたいな画面サイズ、龍子の剣そんな画面サイズ、さあコパンに釣られてハンマー出したのはこれはどっちだ、誰だこれは何あー佐野くん対大平さんから、さあどっちも同じカラーだからよくわからない、さあどっちかの人がハンマー、どっちかの人がハンマーで、どっちかの人がハンマーハンマーそうどっちもハンマーなんだよな、色もかぶっている、タッチパン落として、さあ垂直大パンで勝ったのはどっちかのヒューゴー使い、これはどっちだ、大平くんか、あ大平さんっぽいですね、どうやら、さあ余談ですがその隣に座って乗り合いしてるのは YSB さんです、みんな白いじゃないですか、見る気もしないみんな白いな、集合同キャラを対戦したのは大平さん、おということはこれは富樫さんかな、あーあのフリア2軍で有名な、うん、大平さん対富樫さんですね、スタートはもうどういう状態なの、はい、何したい、やっぱパームを当てたいの、僕はそうですね、まあ、相手方のユリアンの動き方にもよるんですけどね、うん、僕結構、まあ、
チェックみたいな感じで前ジャンプするんですけど、はいはいはい、前ジャンプにちゃんとあの対空とかされたら、あ、じゃあすみません地上戦頑張りますみたいな、あ、まあ、ゲージがない状態で先にそのチェックは済ませておいた方がいい、タッチ中盤とか振って差し返しされなかったら、あ、じゃあちょっと多めに使おうとか、なんかそういう感じはしますね。結構ね、タッチ中盤振った時に、はい、ユリアン側がしゃがみ中キックとかで差し返しされると、あ、ちょっとタッチ中盤控えてちょっと地上戦頑張らないとなっていう動きにしますね。9号戦嫌いじゃないなと、そう、ちゃんとやりに来るなんて。さあ、大平さん触りづらそう。これがタックルが張って全然確定。そう、スフィアで、スフィアをファームで消していたとしてもタックルは確定です。そう、停止、ちょっと停止もしちゃって、ちょっと停止するんで、どうしようもないんだ。トマスさんはね、やっぱりユリアン使いの中でもかなり警戒度というか、はいはいはい、丁寧な感じで立ち回るので、集合と対戦してる時に触るのはかなり大変だと思います。あ、なるほど、はい、そこら辺丁寧にやられた方がやっぱきついんだよ。厳しいですね。じゃあタックルして、さあハンマーマウンテンだから切り返しが難しい。さあギガスであっても富樫さんはそんなにギガスの前からいきなり来ることはないので、はいはいはい、さあブロブロ、そうこんな感じ。でもなんかごちゃらした。さあカーブ見えましたが迷いのないヘッドリバーサル表示出てました。あ、富樫さんの勝利。あ、これで終わりかな。どうだ、座らない、誰も座らない、終わりっぽい。終わりかな。これは先方同士みたいです。さっきの試合は終わったみたいです。ということは、A さん、おお、ジョシマさん対たい平さんということで、たい平さんが1本取りそうだが、ジョシマさん粘ってますね、これ。コパコパバレー立ちなんですね。あ、でもまあ雷撃手を落としたりするから、あ、そうなの、もう一回飛んでも落とせる、うんうんうん、あ、先鋒戦を制したのはたい平さんということです、うん、残るはヤマトラさんかヨコウさんかというところですね。さあヤマトラさん出てきました。中堅ヤマトラさん、先鋒たい平さんと。さあどうだろうな、たい平さんヤマトラ君となんかやってるイメージはあんまない、うん、同じフォームっつうか、大山であの2人でもよく見るけどあんまりやってるイメージない、はい、さあどうなっていくんでしょうか。ダッシュから草取って大パンチ EX かやて、はやて、さあはやてが入る組です。はやてがはやてが強い、はやてが2回入っちゃう、はやて、さあサイズキック、これももし太平さんがエボで出てこれで勝ったら太平キックとわーってなってる可能性が非常にあります。まあならなかったけども。さあ繋いで、しっかり正中線繋いでいく、ラウンドを取っていきます。まずは山虎さんが1ラウンド選手。ゲージ状況はねかなり差はあるんですけど、はいはい、ラウンドをしっかり取るということも大事ですからね。ここで行き過ぎてもやっぱりすぐ相手にゲージを献上しちゃうから、うん、ね、難しいな。受けガードしてエイジディフレクター張ってブロッキング、さあエイジスがディフレクターしてくれました。大平キックが当たる、キック当たりますね、うん、さあ大平キック絶対の信頼を置いてます。当たる、押せば当たると思ってます。押せば当たる、実際当たっているのと、これは素晴らしい、素晴らしい。1ラウンド取り返してファイナルラウンド。さあ山田さんもね1ラウンドで使ったゲージが溜まって、ここで先手必勝、正中戦5段突き。これで開幕の流れはめちゃくちゃいいですね。そうですね、あとはゆっくり立ち回ってもゲージはこのうち溜まるので、うん、でかいのとしてはなんとか、あ、うわうわ早い早い、タックルからエイジス、一旦離れて
切り直し。ダツダンカーって動いたら相手も動いてましたと。大平さんが、大平さんは何かを言ってます。なんか物言いしてますね。大平さんが笑顔です。山虎対石くん。石くん。うん。大将石くん。しっかり剣見れる。さあ前方転身からゲージが溜まりました。大絶唱で押し込んで現ゲージ発動。しっかりしてますね。前方転身からさあちょい歩きターゲットコンボ投げて EX にしよう。ちょっと遠かったか。旋風脚アクアスチェスト素晴らしい。まずは宇治さんが1ラウンド先取。突然さ、これギリギリ止まんなかったか。うわー、どうだろう、ミスったのかな。うまっ。あー、減る。シルギー許さないっすね。許さないっすね、体操減ります。ロッキング戦、ちょっと安かった、安かった。チェストこれは遠いくて絶命でございます。さあ大将、大将か横尾さんですね。さあユンレミどうなのかよくわからんか。わかんないです。防御力は間違いなくレミが低い。そうですね、うん。なんだかんだで横尾さん結構ね辛い状況を倒していること多いので、はいはいはい、打開から始まって、あ、うわ、投げは間に合っていない。赤い絶唱、なぜか絶唱も出ちゃった。しかもなぜか赤風呂しているんです。あーうわーめくらない。さあ読まれている。素晴らしい。帰ってこれるのか。くーすごいな。ゲージ調整、体力調整して。マジで待ったね。そう本当に待ったね。ダブだ。あー遠いかった。レミーの投げ前はそんなに広くありません。投げて現役人発動、大パン、前方転身。さあどれぐらい減る。レミーだからまあまあ、おっと落としてしまう。投げは抜けて、さあ歩き中足、立ち中足。さあユンの体力をちょっとずつ奪っていく。ルグレット来撃中ヒット。ダメージ単価では勝ってますね。ダメージ単価では勝ってます。さあお互い投げ前が狭い。大型壊したがちょっと残る。投げているのは牛さん。現役人発動してあ、食らってしまう。難しいね。難しいところでした。牛さんの勝利。むずい。あそこジャンプ大キックダブルサマーはやっぱゲージ温存だったのかな。ダブサマーだったのかな。そうですね、溜まってたんですけども、うん、まあ癖でやってしまったのか、はいはいはい、まあゲージをちょっと見れてなかったのかというところなのかな。本当微妙な体力でしたからね。殺してもいいし、殺すから使えば絶対に倒せるんですけど。はいはいはい、うん、さあ再戦ですかね。またそれ次がさあ2位抜けを決める B 対 C になるのかな、うん、いや違う、パチカス対この CD と同じじゃない、うん、パチカス草壁日八 VS ウシナメプ太平。うん、そうですね。さあこれが、予選第1予選リーグ最後の試合ですね、はい、うん、さあこれ勝った方が2位抜けでございます。
すごい2位抜けしてるチームプレーオフ地獄だね、やっぱ地獄だね、いつも毎月今先にちらっと5チーム出てるんですけど富永駿、ジュリアン、シャコ・アブハルカ決勝かな、地獄だな、まあ、毎月大変なんですけどね、毎月大変まあ大変じゃなかった時はないないない、そうなんだ、ないそうだ、ね、さあ、先方決まったようです。さあ、草壁さん対ナメプさん、おちなみにさっき、じゃんけんに負けて草壁くんになって、で、今回もじゃんけんに負けて草壁くんになって、つまりじゃんけん負けまくってるってことっすね結果同じ、全く同じ試合になりましたナメプさん対草壁さん、これちらが先鋒戦になります。あっさり行くよ鉄山が当たる、エンエンジンは中足から発動、さあ早くも前方転身、さあ画面端に押し込むルート、中継打開絶勝、なかなか減りますね、やはりネクロの体力の質が、もう食らわんぞと、そうネクロアッパーまだ見えてましたからね今さあ中膝中取るネク、これは表だが投げが早い、その置き攻めは通じない、さあブロッキングからしゃがみ中キック、はい、ゲージ運用が完璧、投げを読んでるね、クラッパーだったんだけど、やっぱりちょっと難しい、まあ、下がるまでにちょっとフレームありますもんね、ネクラッパーと投げボタンが同時に押されないといけない、あ、なるほど、お互いの信頼関係が必要な、それは難しいですね、そうですね、まあ、端っこ行って、さあ、今のめくったから難しい、おお。さあ、スタンして、さあ、何する、はい、死なない、取る、アッパー、肘、コパン、素晴らしい素晴らしい素晴らしい、今のはいいんじゃないですかなるほど、いいでしょう、いいでしょう、素晴らしいコンボでした、素晴らしい、ファイナルラウンド現役にはこれ確定してましたね、あー痛い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 、これは減りますよ、半分 5.1 割、さあ5.1 割取ったところなんですけど、見てください、もう現役陣が8割溜まってます、ダブかなさっき取ったとこなんだけどな、中盤置いてファイバー当たる、さあ膝壊し倒し切った、ファイバー押しましたねちょうどジャンプ入れた瞬間当たりました、ね、あんまりね、あんまりないからこそそう、突然飛んでくる、坂部さんお見事、さあ中堅誰出るか悩みます、太平さんと牛さん悩んでますね、あさあ太平さんと牛くん、まあ太平さん、じゃあ太平さん、太平さんだと思う太平さんは本当にね、あのネクロ戦は普通にさっきも負けてるけど、はい、太平さんは普通にネクロ戦はうまい、あ、なるほど、うん、ちゃんとあの攪拌をしっかりしてくれる、おー、それは素晴らしい、さあ、いけるか、さあ、太平さんの拍手の音も聞こえた、はい、行ってみましょう、あしかさん、ビッツありがとうございます、ギュートン様へのビッツありがとうございます、太平さんが気合い入ります、あ、気合い入った、気合いの入ったサイズキックが見られました、でかい、どんどん、さあ、ビッツリフレクター、うまいけど、打つ肘、あそこでしゃがみダイブを打つ必要があったのかさあ、壊しエレケ、ここから肘が、ない、今のは肘ご入ってスタンのコースでした、惜しい惜しい、まあまあ、あれ難しいですよね、そう、あれゲロムズ、あ、ゲロムズ、なるほど、しょうがない、しょうがない、さあ、壊しエレケ倒し切った、さあ、あの一応言っとくと、あの立ち打キックを大変さんガードすると、その後前プロ絶対入れるんで、壊しエレケ確定っていう、はい、人読みなんですね、ちょっとなんであそこからの大肘は、まあできないならやんない方がよかったクーペに取っとく、ああいうのは確定ってやばいな、さあ、ネクラッパー、あ、うまっ、投げて、ある、さあ、ちょっとぼったちになってしまった、ぼったちしました、後ろジャンプエイジス超えていく、あ、終わってしまった、さあ、沖ネクラッパーを対応してます、草壁くんの おもむろに前歩いて中肘ってのは結構とんでもなく強くて、はい、人確認がしっかりできてるからこそ、うん、強い、そうですね、うん、え、さあ、おじょず、さあ、大平さんタッチに行く、大タックルで、押し込んで、あ、これは勝った方がいいよね、うん、
ファイナルラウンド乗ってダッシュからネクロアッパー、これが信頼、あれがぴったりを押せたっていう、なるほど、これは信頼ですね。あれがお互いの信頼関係がないとできません。はい、綺麗に避けましたね。さあバックに漏らして、さああれ反撃はイエクサックぐらいしかないんで、うん、打ってもいいのかな。タックルから、あ、うん、まさあ繋いでいますね。いやだけ、さあキジ、いやうまいね。もう一回当たって中盤落として、これは厳しすぎる、これゲロムズ、これはむずい、これだけ本当に止めらんない。あー、太平さんネクロ戦のうまさを見せつけました。素晴らしい、素晴らしい、これはこれはもう大さんも草壁くんをなんか草壁くんに向かってなんか言ってますね。なんか言ってますね。パチカスじゃねえのってなんか煽ってますけども、さあどうなんだ。さあ座っているのはニッパチさん、ニッパチくんかな。ニッパチさんが座ってこれで中堅対決かな、うん、がないじゃん。さあ開幕はお互い様子を見るような感じで技振ってますね。さあ肘が入る、さあ足入って、もうエイジジがハマって繋がってる、タックルチョップ、すごいかっこいい、投げて大足ガード下風呂、さあ冴えています。バイエさんが調子に乗ってきた。しばし中足チップ G なきゃ、いいね、攻撃力を上げてタッチ受け、おパン大パン全部当たる、すごい、今ね、さあいっぱい当たる、さあレバー後ろでガードだ。すごいな、もう4ヒット単発で全部当たりました。これは減る、さあこれはめちゃめちゃ痛い、竜巻からの追い打ち減りますね。あ、やりすぎた。さあ素直な対空はいずれこうなってしまうというサードの見本。さあ大平さんお疲れ、まあまあ気持ちいいでしょう。ごめんっつった軽い謝りを。さあ大平さあ大将は先に大将なのは牛くん、はい、牛さんですね。八さん中堅、牛さん大将と、お早いな、前方転身、ゲージが溜まるのが早すぎる、前方転身さん、これで5割、4割、6割7来て、8来て、10 20秒に1回ゲージが発送します。やばい、早すぎる。さあ、これで4割、5割で前方転身から、さあ、8割、さあ、バグかな、次のアップデに期待、アップデに期待、発動してこれは何する、コパン届かなかった、前方転身から小木絶勝、絶賛高いでしょう、大昇龍暴れていく、一風陣内繋いで裏表は表でした。これは投げているのは牛さん、中継ガードして、うわぁ遠くて鏡中パン対空、前方転身、さあ同じルートになるのか、古木中継鉄山、鉄山高いでしょうか、沖中盤に絶勝がちゃんと仕込んである、 EX2 勝から2勝減りますね、中段ガードしてなぜか歩いているのにブロッキングができている、そう細かなテクニックも使っていきます。うわー、さあバックジャンプ読みか、いいですね、冷静にしゃがんでましたね。もし空中であれ巻き込まれてたら多分 4,5 ヒットしたらえらいことになってます。そうだね、そうだね、終わってしまう可能性もありましたね。まあもうその後また大き攻めで残ってたとしても大き攻めで、うん、そうですね、通れば終わり。あー、大将対決です。さあ一瞬何かのキャラになんか強そうなキャラ見えましたが、ショーンでございます。
牛さん対パチカスさん。え、垂直ジャンプ中継。あ、中継。さあ、そう。ああ、つながらないんですね。つながらないな。近距離台形見えましたが、あ、しっかり発動して絶対に油断しない。倒しきると。なんだったらゲージ溜まってますからね。しかもゲージの増加量の高い必殺技。溜まるな。一発目当てていきましたね。だいたいしゃがみ中パンとかでね終わりそうなんですけど、ゲージ回収しっかりできる技を選びました。これは素晴らしい。一瞬、壊し EX 勝利が繋がんなかっただけですからね。そうっすね。ここからガードしのぎる。ザ、ショーンタックル裏にいて、鉄山から現有人大パンループが入って鉄山浮かして、大パンダッシュ、大パンかっこいい、おしゃれ。さあ、なんかコロコロ前転が見えたような気がしたが、前転に対して立ち中継が置いてあった。このチームが2位抜けっていう。さあ2位抜けでございます。さあこれから、プレーオフ、プレーオフ始まると思います。まあどういう内容になるかはちょっと運営のあれ次第、時間次第なので、あの、たい平さんとかのお声をお待ちください。たい平さん、はい、じゃあ一旦離席します。ありがとうございました。さあルールブック、ありがとう牛くん。はい、というわけでプレーオフやってきます。時間あるので今日は3チームでやります。あの、チーム戦でやります、プレーオフ。ちょっとマイクを絞りましょうか。はい、じゃあ1番がプレーオフ、塩直哉サバコンと富永隼人ジュリアンが1番筐体で、5位村方、イカマジンと佐野赤ガエル富樫が2番筐体お願いします。牛くんありがとう。頑張りますはい、呼ばれたチーム集まってください。プレーオフの各ブロック上2つをやります。各ブロック上2つをやります。あの、パチにはバチが当たったかもしれませんね。横尾ちゃんにデバフしかかけてなかったからな、マジでな。はい、じゃあ止めに1番筐体だね。ショーンとこだなで、はい、呼ばれたチーム全員集まってるかな。トミニーのとこもいる。ショーンのとこはいねえかな。ショーン、あ、タマコいたね。ちょっとじゃんけん進めてください、よろしくです。で、デコージデコイムナカタイカマジンがいねえな。デコイムナカタイカマジン、あー、ウナガさんいた。2番が、あの、 B ブロックです。はい、デコージいた。デコージはじゃんけんしといて。トガシンのとこ、はい、集まったとこからじゃんけん進めてください。トミニーんとこはショー、あ、じゃあタマコいるだよ、タマコ。やった。じゃあ先方決めてください。プレーオフは今日余裕あるのでスタート合わせましょうか。よろしくお願いします。はい、プレーオフに進出した各ブロックの2チームは集まってくださいね。集まってくださいね。はい、全チームいますか、いますか。とりあえず開始はしてしまうので皆さん集まってください。というわけで各ブロック、発表だけしておきましょうか。 A ブロック1位抜けミモヨモモデル、2位抜けがショウナオヤタマコンと、 B ブロックがワサビ TM 杉山 BM が上がりました。で、富永隼人ジュリアン、ここが2位抜けになってますね。で、 C ブロックマイケルクニエフが1位、チャコアバールカが2位と、静岡の1チームいいとこまで行ってたんですが、ちょっと今日は2敗でプレー、予選落ちですね。で、 D ブロック刺激系 M サムのケン3が1位抜けいいですね。で、その次が、2位がデコイイカマジンブナカタと。で、 E ブロックタミスケロクアラキ、ここが1位抜け、なるほど。で、佐野赤ガエル富樫が2位抜け。
で F ブロック今4型終わったとこですが、1位抜けが5スター、オリュ元気5スター1位抜けできたな決勝は確定ですね。で、2位が、うちの牛鍋太平という形です。はい、じゃあプレーオフ始めてってください、よろしくです。開幕はジュリアン直也、なるほどね。さあプレーオフ開始です。ワンピー側ショー直也タマコンチーム、ワンピー側ごめんなさい、早尾ジュリアン富永チーム先方ジュリアン、ツーピー側ショー直也タマコンチーム先方直也と。さあユリアンユ開幕タックルスタート、直也の元気がいいですね。タックルチョップ、ネックチェストガード、あーいい位置ですね。あのコアシチェスト先端、コアシ先端からのチェストガードはね、ユリアンあんまりいいもんないんですね。最初はガード、さあ距離を置いてダッシュ投げ、さあスフィアイリス、これは何を通す、テレビが通る、足ギリギリ届かない、飛び込んで中足、スフィアイリス飛び込み中足、これは通ってしまう、タックル、タックルちょっと遅かった、ノーサイズノーどころかプロからのリースタルとなっちまいました。チョップ、うわー前下が同じタイミングなんですが、チョップはチェストを潰してくる、なるほど、うまい、テリブル、チュパン、おーおー、フット技が全部当たる。さあ直哉チャンスタイム突入か、これはスフェイリスで一回画面を押す、リマッチあるんでね、よかった選択肢ですが、あーここはしっかりヘッドから草を拒否っていく。さあ非常にいい勝負、ちょっと投げ漏れだな、多分歩き投げが歩きタックルになっちゃう、ワンブロ投げ、エイジしてない、さあ N 投げ、今度は張り直し、テリブルはガード、これはあ激しい、これは辛い、ゲージがちょっとジュリアンゲージなくなっちまった、あしかもいい位置の張り方、あこれは残る残る残る、 EX 溜まるけど、あ大ファン確認、ジュリアン踏ん張った今のは、ダイパンで多分ヒット確認してましたね今のは。一発目の辛草からまあ EX たまるか怪しかったところってなったので、まあチェストはノーマルにして、次のダブルアップはダイパンチェストと、なるほどね、タクが太いな、あの状況いろんなタクあるんですよね、下段シノもあるし、もう一回辛草もあるし、読み合い1回でちゃんと倒せる方を選びました。さあ2ピが2番、中堅はタマコ、タマコなどで俺は途中でいなくなるかもしれません、2番筐体が終わったら行くので、さあマコトダットリージュリアン VS タマコント、そうね、あの小足ブロってね、ダトリは台形が当たらないんですよ、ちょっとこれはあれですね、キャラ差というかキャラ相性って感じですね。フォークは当たらない、おろし小足テスト、いい位置、剣で逃げ切れない、追い打ちまでしっかり、いやジュリアンの攻めっ気がすごいね、色からくそはかわすか、カニ出馬中ジェッパで、これは画面押しを優先、ゲージも温存して、あーやっぱり当たんない、どこまで行ってもこの愛されボディの話になってくるな、 EX 出ない、さあどうなる、おーいいケア、あー飛びがとーってこれはスタンするね、あやめた、えらい、これはゲージ回収でわざと落としましたね、素晴らしい判断、エクソンシェンが最後の一発でスタンチがちょっとたまろうとやるな、あ、当たんねえの、誠のダッシュ姿勢も低くなるんでね、あ、飛びが通ってマシンガンダッキングアッパー投げて、どうする、
おおおおマジ、これはとさなみ引き上げ引き上げミスらない。ドミニーが見てる後ろでしっかりダブル決めてきました。お見事。ジュリアン・ナガと横でファイブスターが言っております。いやー今の良かったですね。カラクサの手前がねスタンチ残ってたので、スタンチゼロからだとカラクサスタートのダブルは寄らないんですが、など相手はスタンチ溜まったので寄りましたね。さあ2ピが大将はショーでございます。ドミニー息してる、応援していると思うよ。出番なく楽しそうにしてますけど。さあこのままジュリアン3立てしちまうのかどうでしょう。ジュリアン VS ショー、マルコユンです。おおマジ、チュバノでしょ、チュバノでしょ。うわー鉄弾当たる、寝かして補正切りなんだ今の。ちょっと減りすぎじゃない今の、補正切ってるとはいえ。手前落ちから投げる。ショーが 98% ぐらいゲーム動かしてましたね今。さあラウンド2、開幕2勝はちょっと漏れた。おめにもにっこりですよもう。あこの距離からと当たんない。打開の戻りが早すぎるが、そっちなら OK。 さあ選手さんこの付け、これはいいヘリ、甘い。僕は2勝を、なるほど。いやー見えにくいもんいろいろやってくるが、残るけどどうする。壊し壊し、いってー、これはいやらしい。さあジュリアンが3立てリーチ、ちょっとイエキスはあだったか、投げてさあショーハット、キッチキャストでポスタートですね。裏回りからコープをプクッと、なぜ駒投げからここまで減るのか。うわー厳しい。あさあこれはゲージ溜まってないんだよ。これはテスト成中です。5段突き、さあこっからどうする。はいはい、踏みすんない。ジュリアンさん立て。ジュリアンもうダブルも決めてたし、トミニーいらないんじゃない。お前さ、まあ、お店の人がそういうこと言うな。お店の人が、お店の人に聞きました若松さん今。お店の人がもうなんかいらないじゃん。あ社長にちょっと言っといてくれ、なんか店員にいきなりもういらない、客として来てんのにいらないじゃないかって。一応お店の人だ。ね、さあ、勝った方が連戦ですね。ちなみに2勝したチームが出たらそこで終了なの。いや、あザビ・コウキ、あいつ前世の姿になりやがった。なるほどね。はい。ドイツもこいつもなりふり構ってねえな。あでもまあ確かに佐野若返る富樫はゴーキーありだな。確かになるほどね。あじゃあ俺試合だ。やりたくねえあのチーム。行ってきます。
はい、ということで、デコイイカマジムナカタ VS あ、牛ナメプ太平ですね。ナメプ VS ムナカタということですね。ということで、太平さんは出てないということですね。はい、太平さんはまだ出てないということで、さあ、開幕のオーロに対してナメプの湯がどう動くか、やっていきましょう。さあ開幕、さあ鉄山から始まって、ただもうユーとしてはゲージを貯めるで、オロがねインファイトにならないとなかなかゲージ貯まらないっていうところがね難しいですよね。さあもちろんゲージが先に貯まるこの構図、投げてるのオロブロって右に左と投げていく、あ、グラップ。さあ、日輪と千葉市が相まって、お疲れです。さあ、これは鉄三個読んでいる。裏から、金中パンブロってから、ここはゲージのお時間。さあ、金中パン通るとハマるぞ。はめ、お、ナイスブロッキング。では、ブロッキングが応酬する。さあ、ここは、出ない。お互いバチ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 、さあ落としてんな、オルゴは日輪に落として、これ球投げる、いい逃げ天山高天、そこ日輪がね男性なんのがいいですよね、からのゲージジンと銀中継呼んでいた、さあ投げて EX 日輪から始まるのか、ここいったと投げている、さあここはお互い起き上がりに、おお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 お来るのか、悩んでる太平さん出てくるのか、さあ牛さんと太平さんです、あ、ここは座ってるのは牛先生お願いしますということで、さあユンオロが引き続きやりますよというところですね。色も一緒、さあ台形ターゲットから佐藤、さあ中級戦がかなりユンが制してるこの序盤、ワンブロから現役人大パンループ、さあどこまで行くの、金中継台形で1割回収といったところ、ここはもうユンが私は無理していかないといったところでしょうか。ゲージ2回目、何か引っかかればこのままリーサルになりそうだが、コパンで止める、おっと EX 勝利で落とせ、さあじわじわやってるが、ここは投げている、さあこのドット、最後は空対空で勝っちゃって、まずは牛運が先制、さあ日に引っかかる、ここはニュートラ投げからゲージがないので、ここからの展開がどうなるか、ゲージ発動、前方転身スタート、旋風旋風と中継台形で、あーとこのワンブロから玉出してはめていく、お前投げ、鉄さんくぐる、さあゲージやそう、あーと引っかかれ、大パンループからヘルヘルヘル、このままゴー、さあ後ろ一本取り返して、
残り出てくるはイカマジンかデコイかっていうところですね。ゴーキかダトリ、ここはデコイゴーキですかね。あ、ザビー、あ、ザビー、イカマジンじゃない、これはイカマジンじゃない、ザビゴーキが出てくると。前世の記憶が返ってきました。もうその言葉言ってもう数年ぐらい経ってますよね。宣教師と言われた人間ですからね。竜巻、さあうますぎるターゲット、前方転身から中盤でしょう。さあゲージ2回目、何かと引っかかればそのままリーサルになりそうだが、ご波動、ここはゲージを止めた。ワンムロからあっちわし、豪昇龍セッション、竜巻より強いんだ、ダイバーン。さあインファイナルとお互いありますね。さあ栗田君、まずインファセース、ここは竜巻、豪昇龍と赤い、ここはメッツ発動しない。さあ中大ポンからゲージ、ここはアシュラで握るが鉄さんで拾われてダメージとゲージ回収十分と。そこしっかりガード、さあチキだチキやチキの、あー戻り際にだーけくる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 出ず。さあ後ろに立てで対象ゴーデコイ号機ですね。さあ号機が連続続きますよと。お互い体力ないんでね、ワンサイドゲームでやると本当にすぐ終わるんですよねこのカード。うわっと、もう開幕、まあ、グラペ。さあゲージマス発動する、何かと引っかかるとどこまで減っちゃうのこれ、絶勝と。さあ豪昇龍は当たるか、頭蓋破殺、豪昇龍、さあスタジオも溜まってきたぞ。最後はポーンブロッキング狙ってた、さあ開幕ともえ投げから画面端持ってたのは豪華側だが、さあしゃがみくらいの滅殺豪波動、これは減る。おっと鉄拳のようなしゃがせてやりましたね。テスさん高いでしょう、ダメージ十分。前方はここはすかさず投げていく、もう一回投げて、わかんない、中足から発動、引っかかるとそのまま、おっと扇風機から壊し、さあ三立てということですね。タイさん牛くんありがとう、若松さんに大変さんお手いいですよっつってきたのに僕何が、はい、じゃあ、もう一戦あります。ここは、プレオフビーはこれで、うちが勝ったら終わり、佐野さんとこ勝ったら、代表戦です、1番にスライドです。1番に1番兄弟、じゃあ引き続きですね、佐野若返りとかしバース牛なめぶたいへといたところですね。さあキャラで言うとヒューゴ、アレックス、ユリアンとユン、ユン、ユリアンですね、ユリアンとユンのリス高え。ファイブスター、はい、オッケー、イングリッシュ、それは先方進行決めですね。No easy easy no problem。
太平牛太平牛ナメプユンユンユリアン And the other side、ヒューゴーアレックスユリアン佐野赤ガエルトガシ赤ガエルトガシ佐野佐野ヒューゴーSo first of all, we are. So they are two first players. So just a moment. So they decide first character.ナメプさんと佐野さんとヒューゴユリヒューゴユンですねさあここはナメプユン選択さあやっていきましょうナメプ VS 佐野開幕は雷撃士の応酬ここはグラップして空対空はヒューゴは制すさあ後ろ投げから画面端に持ってくがここは飛んでいるパームパームここは鉄さん5からスタート開幕前方転身でさあ状況優勢といったところかさあ画面端を持ってってるがここは飛んでいる画面端ヒューゴの時間になりそうだがここは投げて投げて前方転身から2勝でゲージ回収とそこハンマー回ってガードシールあっとちょっと距離あったヒューゴのうわすげえ減る大ムーン減る最後は遅らせ気味ですねここはブローリングイさあ開幕ビンタ出て空対空ゲージ発動前方はちょっと遠かったがは一旦ということですねさあじわりじわりとヒューゴが前に行くこの状況まずはボディスラムからここはグラップさあもう1回ボディスラムで画面足ここはムーン決めてさあ空対空ヒューゴは先制ここは原陣発動前方転身からまずは画面端へ持ってきますよと前方もう1回さあ十分なゲージ回収してるか空対空ヒューゴ制してるさあ最後は中足さあ2マックスのヒューゴ肩やユンガ原神もうすぐたまりを取っていったと状況ここ前方ここ壊しワンブロからハンマー回ってここからどうすんの中段テザンどうすさあ投げてここは中足から発動前方転身からさあ台形で戻してきた方がいると思うワンブロから中足でしょうシュートダウンでここからどうなる中段決めていくダイエルボー大パンエルボー中段ミドルさあここはヒューゴに対して来ました大変だ太平ユリアンさあ太平さんの活躍みんなが見たいそんな状況でしょうさあ強豪がやってきたと言った状況かさあサイズキック1回目ヘッドでまずは寝かすさあみんなどうするここは
タックルエイジス発動画面端。さあここは肘から決めてチョップの、そしてエイジス、さあ2択のお時間ユリアンタイム、投げて下がっている、ナイスサイズが言いたかったか、ナイスサイズあんのか、投げている、最後はノーサイズ、さあタックルから発動テレビルスマッシュ当たっている、パームね消して、これはうまく拾う、チョップ締めて、そしてエイジスの時間ダイヤシー、さあちょっと画面端が切れすぎる、チワシー、ここは EX セットからスフィアタックルショップ、そして2択のお時間がやってきた、ダイヤシー決める、さあユリアン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 、さあそしてセイムカラーミラマーチ、セイムカラーユリアン、さあ色を、色はこれ色マッチ対打線者、さあ祈りが始まって、さあ祈ってます、さあここは最速で色取ってから祈りだけは時間をかけて、さあということでスビアスビアとここはこう投げている、もう一回投げてダイヤシダイヤショー投げて、さあエイジス発動、もう一回スピア、タックルからエイジス発動からのダイヤショーガードタックル、浮いていた、これは確定しているが EX セットの判定が強い、足決めて、あ、そうですね、ワンピースそうです、そう最速で取った割にはあの RX から取ってるんですよ、さあ違う、トマシが最速で取ったの、さあ肘からタックル、エイジスタックルタックルタックル、さあ EX タックルでどんどん画面中央から端から端へと連れていくが、投げている、さあエイジス肘テレブル、やっぱ色取られちゃダメなんだよな、大変さん、ここはもう音が最速で色取りに行ったのすごかったですね、よかったですね、色が悪いおお、RX カラー使って色が悪いって言ったかな、タイタンさあこの牛に対して残すはトガシユリアンと赤ガエル、そうカラー取られるとねデバフかかるでしょ、大変さん、さあユリアンユンというカード、ユリアンとしては非常にねやりにくいカードとはよく言われてますが、衣装からほぼくし衣装、そして2勝締めとゲージ半分回収、さあ2回目のゲージ引っかかるとなんですが開幕前方差と切断高い中盤2勝でゲージ半分チャージハーフゲージ、そして3回目、さあこれフィニッシャー一本のはずなんだけどな、なんで3回も出んだ
衣装で締めてる分のゲージ回収量すごいですよね。さあ、エイジス2回目、ダイヤショース。これはかなりユリアンのお時間がなんですが、しゃがみくらいから大パンループ、ヘルヘルと。前方、デスさん、緊中継。ここはいいですね。さあ、トカシが1本取り返して。さあ、台形で吹っ飛ばしてからのゲージ。ユリアンとしてはゲージが欲しい。2勝から、デスさん、中盤2勝却、ゲージ半分ゲット。さあ、中盤、ここはグラップ。ここは通ってしまう、しゃがみくらいスタート。これは足りるのか。中盤2勝であとワンヒット。 EX エッドも下がってた。さあ、すべてはアレックスに任されました。赤ガイルアレックス。一先であればアレックス軍配あるシーンは見たことありますけれども、見ていきましょう。赤ガエル赤ガエル。はい、鉄さんからサード、まずは前方転身。手堅く手堅くいきますね。アレックス空中クライハンディがちょっと特殊なところあるんですかね。さあ、ここは大足寝かす。さあ、インファを引っ掛けていくが、ハマパチ下がって下がって、バックステ優秀だが捕まって、中盤2勝締め、ゲージ4割ゲット。後ろ投げからここは、うわー、無理ですね。小ジャンプからの雷撃手、もうあれ無理だな。さあ、使った端のゲージっていつでも返ってくるんですよね。スタンピードはでかい。ただ、さあ、かっこよく締めて、うわー、ブロっている。アレックス使い怒っていいやつ。あー、かっこいいターゲットコンボ。コボキシ厳しい。これは1回上通れば。さあ、 EXL も画面端持ってたか。あーと、ここは無慈悲。おっと、 EX クラッチをあるのか。うわ、耐えている耐えているが、ただ、さあ、壊し、最後は削り。牛くん、ありがとう。最強じゃねえかありがとう、最強じゃねえか。牛くん、ということで、勝ったのは牛なめと大変ですね。おめでとうございます。プレーオフ抜けたのはうち、はい、太平ナメプ牛くんです。牛くん、ありがとうございます。決勝に行きました、ありがとうございます。はい、じゃあ決勝の抽選やってきます。はい、じゃあ次行きましょう。じゃあ各ブロックの1位抜けのチーム、各ブロックの1位抜けのチームカウンター来てください。はい、A ブロック1位通過、ミモラモデルヨモダ、ミモラモデルヨモダ、誰か一人、K1 抽選です。はい、次、はい、YSB TM 杉山、YSB TM、 あ、TM さん。はい、次、マイケル・クニエフ、誰か一人、マイケル・クニエフ、誰か一人、クニいなかったっけ、マイケル・クニエフ、
誰か一人盛り上がって参りました。盛り上がって参りました。無事生き残りました。無事生き残った牛くんのおかげで。牛さんありがとう。ただの最強でした。はい、マイケルクニエフ来てな。さあはいはい、マイケルね、マイケルさんで、次が刺激 KM サム、ケン3誰か一人、刺激 KM サム誰か一人、お刺激チーム上がってる、ケン3いいですね、ここタミも上がってる、シレット上がってますね、おいファイブスター、ファイブスターも上がってる、生き残りましたね。あー、オッケー、ちょっと待って、ね、で、ベリーヘタジャパニーズ、はい、ケン3お上がってる、KM 刺激サムさん誰か一人、ちょっとこれはすみません、自分で引いてくださいね、誰か一人来てください、ケン3誰か、申し訳ない、あ、優勝待ってます、オッケー、ありがとう、KM 刺激、KM 刺激サム誰か一人、ちょっと全員ゲームしてっから周り声かけてあげてくれないかな、ちょっとよろしくお願いします、もういいんじゃね、後回しでダメ、あ、来た来た来た、あ、来た、はい、じゃあサムさん、はい、握って1枚握って、1枚握って持っといてください、今日はで、タミスケロク荒木、タミいたよな、今日ジュリアンさんのおかげで上がりました、ね、タミスケロク荒木ちゃん、ありがとう、タミ、タミいたよな、どこ行った、タミさんは階段にちゃ、さっきいたな、階段、階段の喫煙所、スケロックさんと荒木さん、あ、いた、あ、大変っす、大平さん、さあ続いて登場が、あとはで、ラスイチ今5スターに渡したので OK です。はい、それではカメラ切り替えてください。はい、こんな感じでプレーオフが左下と右下にトミニーと俺が分かれております、はい、じゃあ決勝で会おう、はい、決勝で会いましょう、牛くんが決勝で会おう牛くんが最強すぎてね、うん、あの俺がゴミ頑張ります、ここ頑張ろう、ここ俺らも頑張ろう、俺らも頑張ろう、間違いない、確かに、はい、じゃあやっていきましょう、1番のカード、1番のカードのチームどうこだ、はい、カード1番のチーム集まってください、誰ナンバーワン、カードナンバーワン、これ毎回くじ引きの後すぐどっか行っちゃうんだけど、みんなちゃんと見てね、1番のカードだーれー、フイズナンバーワン、一番誰引いたの、Who is number one カード、ナンバーワン、あれいなくね、え、どこだよ、 You are number one、はい、一番のカード、ああ来た来た来た、あ、お、はい、これは BM ですね、はい、TM さん、 TMYSB 杉山、さあどこに待つか入るかですが、これは YSB チームからしたらもう少し貼ってあるところで覗いてどこがいいかなってやりたかったかもしれないね、いやいやいや、違う違う違う、そういうとこにないです、これはあの昔からのウィナーのとこに貼りに行くボケとかあるんですけど、もうそういうのいいので、さすがに、はい、さあ迷いますね、さあ、まあね、ただ俺らに勝ってるんで俺らをもう一回殺すっていうルートもあり得る、なるほど、確かに確かに、だけどが、まあ、待つかというパターンもありますね、まあ、どっち側なのかっていうところで、あのプレーオフ2個埋まってて1番って結構難しいね、これね、そうなんですよ、選択肢がありすぎてね、逆にね、そう、逆にやりづらいっていう、ね、3番目ぐらいだとね、なんかもう2択みたいになってた、逆に早くくりやすいんだけど、まあ、でも最後の方なんてさ、ワンチャン2つセットで空いててさ、もうどうしようもねみたいなとこもあるじゃん、どっちも絶対やりたくねみたいなとこが残ってるとか、ね、上に貼るか下に貼るかって本当に順番変わるだけでさ、うん、そうだね、当たるのは当たるみたいな、ね、そういうこともありえます。さあさすがに時間取ってもらって構わないのでガチ抽選してください。さあこの T シャツすごいよ、ね、この T シャツ金玉に野球ボールがぶつかったね、あ、右上行きましたね、さあ開きました、めっちゃ真剣にキャッチャーやってるけど、はい、じゃあ2番のカード、2番のカードナンバー2、ケン3ナンバー2、お、これは刺激、まだ待つ、まだ左上で待つこともできますが、それ以外はまあどっかにぶつかりに行く感じですね、どこ行きますか、何番ですか、6番、右上、おお、BM に挑むと、なるほど、さあケン3が弱キャラに襲いかかりますみたいな感じで、それさ本当人としてだよ刺激さんなんでさそういうことするのキャラで考えたら結構地獄だからねこれね、
いいじゃん、左下でこんなプレーオフさ、一回落ちてるやつ、チーム行けば。はい、3番、3番。出たー、トミモ。You are number three。トミモモデル。あ、じゃあ、じゃあ、よもだ、ミモラモデル。ミモラさんと、モデルさんと、ベリーバカジャパニーズ。一人名前変わっとる。ミモちゃん呼ぶ、まあ、ミモラさんは多分、あの、何でもいい系だね。何でもいい系だから、多分。で、多分。さあ、待つか。右下か左下か、うん、右下トミニーか俺か待つかみたいな感じですね。でももうなんか右張ったら事実上決勝戦みたいなところあるかもしれないね、事実上。あの今来ないでって一生祈ってるけど嫌がってるよ右下。あー嫌がっ、いや嫌がってるよね。あれ今ので読み上がる。いや右行けよ、右行けよ、右行けよ。トミニー、トミニーが追い出した。マジかよ。モデル君決勝で会おう、決勝で、決勝で会おう。入っちゃったか。決勝でやろう。はい、じゃあ4番、決勝で決着つけるから俺ら。はい、4番のカード。はい、はい、ナンバー4、ナンバー4。タミスケ6荒木、カードちょうだい、カード。はい、さあトミニーんとこ行くか、これを待つかなんだけど。だってさ、結局ね、地獄どういうこと、どういうことっていう感じだよね。このマイケルさん、マイケルさんとオリュさんが、でチュンリー、あ、チュンリーがいない方に行くという選択肢。なるほど、なるほど。キャラで見るというのは一つ、まあ、指標かもしれませんね。じゃあ俺らにかぶせてくるっていうこと。かぶしてきたー、5番と6番終わりー。タミさんが張ってきた。はい、じゃあ5番誰、チュンリーいないだろと。5番誰、はい、さあどっちがいい。タミさん、スケロクさん、荒木くんが、はい、一応選ばせました。一応選んで、あの上がいい、どっちがいいっすね。はい、じゃあ6番。そこは1番だよ。ソーリーノーチョイス。決まった。決まりました。さあここで決勝トーナメントが確定して、あのファーストゲーム、今月はこの中から優勝チームが生まれます。さあファイブスターが見て、yes. バッドゲームと切れてます。えバカ外人ファイブスターさんからバカ外人いただきました。本場の発音はいいですね。バカ外人、yes. はい、じゃあ左上から見ていきましょう。ベリーベリーバカ、はい、ベリーこれ元気、はい、バカ外人、バカジャパニー、はい、バカジャパニーズとか言ってますけど開幕の2チームがここが激しいですね。ランダム、じゃあ下行きます。メニバカ。さあトミニーのとこにはタミが張りにした形、スケロクはラッキーバータミバーサツ、トミナガハヤオジュリアンと。じゃあ右上スーパーバカチーム、はい、YSB 杉山、トミニーのチーム指差したらスーパーバカチームって突撃した形です。右下ミモちゃんたちが淵に来たと。キチガイ頑張りますというわけで来てください。以上8チーム決勝です。今のは5スターでした。 This is 5 スター。はい、それでは決勝の準備します。お待ちください。